あ、次男。もうものすごい短い話でも全然いいんですよね。全然いいですよ。全然。はい。やっぱ僕は言うても大阪住んでますけども、怖いばっかりなんですよ。今やっぱり、大阪では。で、やっぱり大阪でね、芸人たるもの後輩とやっぱり、ご飯食べに行ったら先輩出すじゃないですか、はい、もういくらでも出すんですよ。結構僕も最近、はい、後輩いっぱい連れていくようになって、はい、それ全然いいんですよ、はい、ね、言うたら要所で落としちゃいい話ですよね。はい、で結構こういう人物がみんな誘って10人ぐらいで飲んで食べて、はい、で結構ね8万ぐらい行ったんですよ、うん、まあまあ全然構えん構えんで漁師所に書いてください、吉本興業で、でパッて見たら橋本農業やったんですよ。橋本農業。大間違いですよ。橋本農業。一切下ろせずに。そりゃそうですよ。僕吉本工芸ですから。橋本農業やったんで。どうしようもないです。どうしようもなかった。さあ、誰が1回？竹森も。はい、僕も1回ですね。あ、あやみも1回。あやみ1回ですもん、ね。その辺が出るとね、いいんですけどね。うん、おお、いきなり。早速ね。陣内ですけれども、ああそっか、陣内さんですね。ね、ああそうですか。陣内星はそうだ、はい、星はそうですか、はい、一発目で来るとは思ってなかったですね、まあ一発目でこれちょっとふさわしくないかもしれないんですけど、はいはい、今ね僕すごい引っかかってる話があるんですよ、はい、つまり僕霊感とか全然強くないんですけど、はい、なんか僕すごい取りつかれやすいんですよね、そう、変なものに、はい、僕は全然そんな気にしなかったんですけども、はい、僕名古屋にそういうちょっと霊能者というか、はい、直接知り合いじゃないんですけども、はい、誰か友人を通して知り合いの人がいてて、はい、その人が僕をテレビで見て、はい、ちょっと陣内君にちょっと悪い霊がついてるっていうのを聞いたんですよ、うん、で僕やっぱそんな嫌じゃないですか、まあね、気持ち悪いから、うん、その人に直接会いに行ったら、はい、やっぱり直接見たら女の人がついてると、はい、結構ずぶ濡れの女の人がついてると、これすごく良くない例やから、これ取った方がいいですよと。で一応お塩をもらって、シャワー浴びる時にお塩をかけてくださいとか、車乗る時もタイヤの四隅に塩をかけてくださいって言われて、そういう風にまあ一応応急処置をしてたんですよ。でもまあなんとなく気にしてたんですけど、まあまあ別にね悪いこともないしいいやと思って、そっから3日後ぐらいにテレビの番組で収録行ったんですよね。じゃあそういう霊能者の人と一緒にする番組で、はい、その人が僕の顔をじーっと見てついてますよって言ったんですよね。ではこれマジやなと思って、ね、はい、ほんで終わってからちょっと楽屋に来てくださいって言われて行ったら、はい、ズブネルの女の人がついてるって言ったんですよ、ね、全く一緒やったんですよ。ほんで1ヶ月以内に海に行きましたって言われて、もう思い返して海に行ってるんですよね。でそこでまあちょっと亡くなった方が陣内さんについてると、で全く同じこと言うんですよ。これ良くないから絶対にあなたの仕事において足を引っ張ると言うんですよね。これやっぱ嫌やなと思って、でまだ見えると言われたのその霊能者に、はい、あなたは水子がいると。でそれは僕の水子じゃなくてご先祖様の誰かが水子の霊があって、そこがついてるからこのままじゃ陣内さん命の危険がありますよって言われたんですよ。はい、でよかったら私のお寺に来ませんかって言われて、お祓いをしますよと、はい、な分かりました。で家に持って帰ってそう考えたんですけど、やっぱ気持ち悪いじゃないですか。そうですね、別に僕そう信じてないですけど、はい、ちょっと気のもんやからちょっとお寺行こうかなと思ってお電話して、はい、今から行かせてくださいって言ったんですよ、はい、でそういうお祓いのそういう部屋が、はい、に連れて行かれて、はい、今朝起きた、はい、お祓いの先生と面と向かって喋るんですよね、はい、で座布団2つ並べて、はい、先生が座ってその前に僕が座るんですよ、はい、でろうそくバーッと立ててあって、はい、横にはお札がバーッと貼ってあるんですよ、はい、であぐらをかいて目をつぶってくださいって言われたんです、はい、で陣内さんはもう目をつぶってるだけでいいですから、うん、まあ、あとは私がお祓いしますから、うん、まず水子を取ります。おでまあそのお経みたいなのを唱えるんですよ、バーッて10分ぐらい、はい、そして今からお話しますけど陣内さんに話しかけてるんじゃないんで黙って目をつぶってくださいって言われたんです、はい、でバーって先生がこうお祈りして、いい出てきなさいって言うんですよね、怖くないから、はいはい、その赤ちゃんを、はい、私にそっと預けなさいって言ってるんですよね、はい、怖くないから、ね、かわいそうだね、悲しかったね、でももう大丈夫だから、はい、天の道によってあなたを成仏するから、はい、陣内智則の体を借りて赤ちゃんを私に預けなさいって言ってるんですよ、うん、でもカメラも回ってないし、はい、僕は別にどうしたらええんやろと思ったんですよね、はい、そんな別にどうすることもないしどうやったらええんやろって思って、はい、大丈夫だからね、怖くないから、そうそっと預けなさい、そうよ
そうなのって言った時に僕グワー震えて、本当にねあぐらかやったんですけど、ブワーって赤ちゃんをこう預けたんですよ先生。こう自分でもうわーって思ったんですよ。自分の意識じゃないところでもガーってなってる。意識はあるんですけど手がブワー震えて赤ちゃんをブワー預けたんですよ。でうわーと思って、ではい陣内さん大丈夫です、今あの赤水子は取れましたから、僕としたら身をもって預けたから、うわマジやと思って。で次一番厄介なのはこの女性を取りますから、でもこれ私じゃちょっと一人じゃ難しいかって二人先生ついたんですよ。ほんで同じように僕らあぐらかいて目をつぶって、ほんなら二人の先生がバーってまたお祈りをして、でお祈りしながらまた喋りかけるんですよ。でいいあなた、あなたがいる場所じゃないからね、もう出てきなさい、もう迷惑かけたらダメ、あなたと陣内智則は関係ないから、いいあなたの息子さんが似てたのねって言うんですよ。似てるらしかった、はいはいはい、でもあなたとあなたの息子さんと陣内智則は何も関係ないから出てきなさい、早く出てきなさい、怖くないから、それを40分は言ってるんですよ。僕ずっと目つぶって、いいいい行くわよ、321ってブワーッ倒れたんですよ。おおでこれも、ま、僕もう汗かいて、でこれはマジやと。マジやね。でもよかったね陣内さん、もうあなた怖いもんないですから、じゃあ今から最後にあなたの最高の守護霊を下ろしますって言われたんですよ、ね、で守護霊さんを今から呼びますので陣内さんまた目をつぶってください。でまたお経ば始めて、一番陣内智則をお守りする守護霊様降りてきてくださいって言ってます。ほんでまたバーって あなたですねって先生がね、いいあなたが陣内智則をこれから先どんな困難があっても守るのよ、健康の面もあなたが全部守るのよ、分かった、ん、なんで嫌なのって言ったんですよ。守れちゃうやん。いやだから嫌嫌なんですよ今ついてるの。しゃあなしなんですよ。やっつけない、やっつけない、なんで嫌なの、ダメよ、ちゃんと守りなさいよ。さあでもそれだけ信憑性あったらマジやろな。だからマジだから僕いやいやついてるんですよ。マジやな。マジでしょ。だから今だにですか、今だについてる、今だについてるんです。ダメ、そんなこと言っちゃダメ。はいもう、はい、もう終わりって言って、だから僕いまだにいやいやついてるからなんか引っかかってる話。引っかかってんな。引っかかってますよ。引っかかるな。ちょっとなんか何やっててもちょっと楽しないみたいな、ちょっと楽しないというかね。あそういうちょっとすいません長かったですけども。いやいやいや、なるほど、ごめんなさい。いやそれ引っかかる話だ、引っかかってる話なんで、今ちょっとスッとしました。とりあえずこれは。あそう、はい、じゃあ続いていきましょう。はい、はい、うわ、僕名古屋で5年ほど前にレギュラーがあったんで、はい、毎週泊まりやったんですよ、うん、でいつも泊まるホテルがあったんですけど、うん、その日だけそのホテルがいっぱいやったんで、うん、違うホテルになったんですよね、うん、でスタッフの人にどこどこホテルですって言われた時に、一人のその、まあ、技術さんが、うん、えみたいな、そこ大丈夫かっていう空気になったよね。で、あれ何ですかって言ったら、そこものすごい有名な幽霊が出ると、うん、もう名古屋の人はみんな知ってるぐらいめちゃめちゃ有名な、ちょっともう幽霊が出るという、もうほんまに8割出るよって言われてて、はいはい、わこれはちょっと怖いなと。でしかもその部屋に入ったら額があるから、はい、額の裏にお札があったらもう絶対出るんで、その場合はもう陣内さん電話くださいと、はい、まあ私の家なりその男の人やけどな、まあ、僕朝まで付き合いますみたいに言われて、はい、でもお酒飲んで帰ったんですよね。でもう2時ぐらいですよ、はい、チェックインしたら、うん、で部屋入ったら、まあ、確かに空気が悪いんですよね。でパッと見たら額がね、もう額自体が裸の髪の長い女の人が裸でブランコを漕いでる絵なんですよ。怖い、怖いわ、ね、ほんで女の子がそれをじっと見てるんですよ。一切二人とも笑ってないんですよね。でもその裏見るまでもないと、こんな部屋もうどうしたらええねんってなって、ただもうこっからなんかもうその人に電話するのも悪いな思って、もうすぐ寝ようと、もうシャワー浴びてすぐ寝よう思って、とりあえずもうああいうのって結構夕なるまで時間かかるから、もうバッと勢いよく出して、それもすぐ寝れるようにもう一回ビール買いに行こう思って、部屋出てビール買って部屋入ったら、風呂場からカンカンコンコト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 ンってなって、もうこれ完全に出た思って、もうさっきのあの女の人がもう暴れてんねや思って風呂場で、これやばい思って風呂場ガシャー開けたら、シャワーが勢いでバーなってて、カン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 なってて、シャンプーリース投げ倒しただけで、ミックから外れた、もうもうガーッなってるだけやったんで、まあその先入観がありすぎて、い
一睡もできずに結局それでまあまあ終わったというそれはビビるわビビった話ですけども。そうですね、はい、僕はねあのじゃあの元阪神タイガースの川藤幸三さん、はい、で僕はの昔大阪でトラトラタイガースっていう阪神タイガース、ね、タイガースの番組ね、はい、僕と川藤さん MC でやってたんですよ、はい、それがちょうどあの18年ぶりの優勝の2003年から始まって、はい、ものすごいタイガースがこのもう快進撃快進撃で、はいはいはい、すごくあの関西が盛り上がったんですよ、うん、タイガースブームでね、うん、で、その勢いもあって朝の生放送に、はい、生番組に川藤さんの僕が出るというのがありまして、はい、生で出たんですよ、はい、生放送の、まあ、スポーツ番組ですけどね、はい、その時にいろいろタイガースの V 見ながら、まあ、いい雰囲気でほんわかした雰囲気で生終わろうとした時に、うん、アナウンサーの方が、はい、まあ、でも今のタイガースの頑張りはヤギやくじといった機械選手の頑張りが大きいですねって言った瞬間に生放送ですよ、おいこらお前シーンとなって、お前ヤギくじを機械選手よう言えたのお前何を言うとるんじゃお前はシーンってなったんですよ。今のタイガースさ控えなんかおらんのじゃ、全員が戦力なんじゃ、お前アナウンサーのくせに何しょうもないこと言うとるんじゃ、二度とそんなしょうもないこと言うなよって生放送ですよ、シーンってなって、はい、そのもう取り繕った女のアナウンサーが、じゃあこれから先タイガースに期待することは何ですか加藤さんって言ったら、そうやの沖原や亀坂といった控え選手に頑張ってほしいどないやねんどないやねんどないやねん、それ笑いにもならないんですよさっきまでドアが怒って控え選手がおるかーって言ったらね、あっさりと沖原が控え選手に頑張ってほしいって言って、どういう線引きやったんだろうね川藤さん、何もラインあったんでしょ、ラインあったんでしょ結局のところは、まあ、生放送やから嘘つけないびっくりした話ですけども、びっくりします、びっくりしましたね川藤さん、いやいいですね、滑りませんね、全然滑らへん。あと出たのは僕、はい、です、山根と高橋、はい、はい、じゃあそのあたり行きたいです ね、うん、ね、はい、じゃあ行きましょう、はい、いやね、古木さんはなじゃあ僕、まあ、最近の話なんですけども、うん、僕はあのおかげさまで結婚させてもらって、うん、はい、あの半年以上経ちまして、うん、ただまあ、2人のルールがですね、うん、まあまあおならをやめようと、すべらんな、すべらんな、じゃあ僕、まあ、最近の話なんですけども、うん、僕はあのおかげさまで結婚させてもらって、うん、はい、あの半年以上経ちまして、うん、ただまあ、2人のルールがですね、うん、まあまあおならをやめようと、うん、ね、親しきな感じ、はいはい、まあ、それはマナーだと、うん、で僕も昔からもう彼女の前で僕おならはしなかったんですよ、うん、やっぱそれはもうマナーだと思って、うん、おならはほんのお互いやめようっていう話をして、うん、まあ、分かったって本当に僕おならしてなかったんです、うん、でまあ、僕もあの東京大阪移動で結構腰とか新幹線乗ってるんで痛くなってんで、あの異性体の先生を教えてもらったんですね。でもすごいあの一軒家でやってるんですけども、そこに行ってベッドに横たわってその先生が整体してくれるんですよ。でも首をもうボキボキで、僕はボキボキ嫌いなんですけども、まあボキボキってやっても腕もボキボキになるんですよ。で最後にあの足を固定して、で足をガー固定して首にタオルを巻いて、先生が思いっきりねガーン引くんですよ、うん、ほんならもう腰から背骨からバキバキってなるんですけど、まず僕そのショックでバーってヘが出たんですよ、うん、ね、まあ、まあ先生と二人きりやったから、まあ、先生もどうしたのってなって大丈夫もうそっち尋常ないぐらいのバーって出て、もう僕も恥ずかしくて、とっさの兵がこんだけ恥ずかしいなと思って、うん、でもその先生がじゃあ今度奥さんと来てくださいよってなったんで、家に帰って、うん、まあ、もちろんおならのことは言わずにね、うん、それ言わずに今日すごい整体の先生がいてると、うん、だから一緒に行こうってなって2週間ぐらいに一緒に行ったんですよ、うん、だからそこが先生一人なんで順番どうしましょうってなって、でまずじゃあ僕から行きますって、で僕がベッド横であって奥さんは横で本を読んで待ってるんですよね、うん、でまた案の定首をポキポキされて、腕もポキポキになって、最後また固定されて、足固定されて、また首にタオル巻かれて、はい、ガーン引いたらまた今度ブー発進でブーポキポキブーってなったんですよ。おなら発進やったんですよ。奥さん何ってなって、何の音ってなって、
なったんですよ。ブーポキポキブーポキポキバーって出てるから何の音ってなったんですけど、先生はノーリアクションなんですよ。僕はもう前回もうやってるから、こいつはもう首引っ張ったらへえてるもんやみたいなことから分かってる。先生全然ノーリアクションなんですよね。ほんな奥さんもあれ今何やったみたいな、おならやったら先生もっと笑ってるはずやのに何の音やったんやみたいなことなきを得たんです。でバレてないわと思って、で次奥さんの番ですよね。奥さんまた首ボキボキってなってて、でまたキャーキャー言ってるんですよね。であの腕もボキボキやって、最後奥さんがこう足をねくくられて首にタオル巻かれたんですよ。僕初めてこれとうとう来たかと。ああなるほど、藤原紀香のおなら聞きたくなかったような、聞きたかったような、まあでもこれゴムやなと、ゴムゴムやなと。僕はもう本読んでたんですけど、もう耳を澄ましてグワー聞いてたんですよ。ほんで先生がタオルで首パーン引っ張ったら、バーンってまた僕おならしてたんですよ。あもうその反応したものになって、反応したものになって、もうパブロの犬みたいな、引っ張られるイコールでも何よってなって、初めて僕女が聞かれてもうどえらい説教されて、もう整体行ったらあかんって。まあ説教されてもな、まあまあまあね、ルールをもう破ってしまったんで、そういう生理現象ですね。そうやな、辛い話やな。さあ年が意外と出ないですね。あ、はい、これ若手時代の話なんですけど、はい、若手の時にね、名古屋で、名古屋の芸人と肝試しロケみたいなのがあったんですよ、そのお寺がですね、人形供養してるお寺で、すごい数の人形がもう、皆さんが持ってくるんですよ、怖くなって、それ本当に髪の毛が伸びる人形とか、顔の色がちょっと黒くなって目つきが悪くなってフランス人形とか、そういうの本当にいっぱい集められてるお寺で、肝試しをするっていうロケなんですね。でまあそれも怖いけど、一応まあノリでわーってやるじゃないですか。ほんまに怖いんです、あのちょっと涙流してる人形とかもあるんですよ。でもまあ若手やし、一応言われた通りやるじゃないですか。ほんなら住職さんが終わった後に、いやこういうのはお祓いした方がいいですよみたいなことになったんですよ。でも若手なんで、そのケアもないんですよね。で人形っていうのはそもそもそういう念がすごく入りやすいもので、子供が可愛がったりしたらそれが魂が全部人形に宿るから、ちょっとあんま危険ですよみたいな話されたんですよ。でも本当は若手なんで、そんなことスタッフもしてくれないし、もう終わったら帰りましょう言って、名古屋のホテルに、僕が泊まるホテルに移動してたんですよ、ロケバスで。ほんでスタッフの一人が、陣内さんどこのホテルですかって言われた時に、あどこどこのホテルですって言ったら、ちょっと顔色がちょっと曇ったんですよね、スタッフの人が、名古屋の、あれなおかしいなと思って、何ですか何ですかって聞いたら、僕が泊まるホテルが結構有名な出るホテルだと、名古屋ではもうなかなか有名なホテルなんですよ。いやそんなこともあって、これちょっとでスタッフの人も、いやちょっと大丈夫ですかねみたいなことあったんですけど、若手なんでホテル変えてくれなんか言えないんですよ、ましてやマネージャーもついていけないし、自分一人で行ってますから、で嫌やなと思って、ホテルの部屋に入ったら、もう案の定薄暗い明かりの、ちょっともう怖い感じなんですよ。ほんでこういう時ってなんかね、額に裏にお札が貼ってやったら、もう幽霊出るからっていうのに聞いたから、その見よう思って、ほんでもう額がね、その額の絵が髪の長い色の白い女の人が裸でブランコを立ってバー越えてる写真なんですよ。そういう絵なんですよ。それがもうその際怖いんですよ。もうほんまうわーなって、色白でブランコ立ちこきしてるんですよ。もう普段見るまでもないと、こんなもん怖ったなと思って、もう怖いかも、早寝よう思って、シャワー浴びて寝よう思って、お風呂場開けて、でシャワーも古いやつでね、赤と青のお湯と水で自分で調節するやつなんですよ。ほんでとりあえず赤のお湯のバー出しても、その勢いがね、こうブルッブルッみたいな怖いやつなんですよ。ブルッって言えて、ほんで全然冷たいままで、熱くなるまで時間がかかるんですよ、結構。でこの時間の待つのも怖いから、それでビールを買いに行って、シャワー浴びたらビール飲んで寝たろうと思って、ほんでお湯をもう全開にしてビールを買いに行ったんですよ。怖い、もうビール買って1本買って帰ってきたら、お風呂場がドン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 ドド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 ン言ってるんですよ。僕も完全に髪の長い裸のやつが暴れてる、魂が入って、もうお風呂場で暴れ倒してる思って、もう出たー思って、どうしようもないから、もう風呂場バーン開けたら、お湯の勢いでシャワーがバーン暴れ回ってたんですよ。ブワーンってブワーン、どんどんシャンプーリースなぎ倒して染めよう思って、ものすごいネットやから熱くて、その
その日いつもよりぐっすり寝れたって話だそれ聞いてるからその怖い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 怖かったですね。まあよかった。でもそれでね、何もなくて、逆に何もなくて逃げ出したやろな。やっちゃっちゃっつ惜しい。いきなりそうですか。これどうしますか。惜しいですか。トップバッター我こそはという方はね、これもうさっき言っといていいですか。お、あ、今言った方が楽になるかなと思って。こうテレビ出るときに僕たちスタイリストさんがいまして、うん、はい、衣装をねこうやって用意してくれるじゃないですか、テレビ出るときに。僕も今日スーツを今日スタイリストさんが用意してくれたんですけども、やっぱ若手のときは自前でロケに行ったりとか、テレビ出るんですけども、初めて僕がスタイリストがついたときの話なんですけども、関西の夕方の生放送の番組で、アナウンサーの方とで、太平三郎師匠と、はい、そして掛布さんと、うん、でお杉さんと僕の生放送やったんですよね。はい、でその番組はですね、衣装室で皆さんが衣装を着替えるんですよね、うん、衣装を着替えて皆さん楽屋に戻るんですけども、うん、僕はペーペーやったんで楽屋もなかったんですよ、うん、で皆さんがまあ何となく衣装を着替えたなと、終わったなと思って衣装室に行ったら、はい、誰もいなかったんですよ、スタイリストさんも、うん、でカーテンでこう部屋が区切られてて、うん、1個だけカーテン開いてたんで、うん、あ、ここやと思って入ったんですよ、うん、ほんならちゃんとハンガーに服がかかってあったんですけど、うん、でズボンも畳んで置いてあったんですけど、まあ、自分の服を脱いで、うん、ズボン履いたんですよ、うん、でコーディロイの茶色いパンツでちょっと大きいんですよね、うんうん、まあまあまあええわと思って、うん、で次、ね、服を白いタートルネックの、うん、ちょっとラメがパッと入ってるんですよ、うん、こんな僕ちゃうねんけどなと思いながら、若手やし24、25やったんで、うん、でまた上ハーフ服を着たら黒いロングコートなんですよね。ロングコートちょっとでかいんですよ。すごいっすね。ああ、でかい。ほんで鏡で自分の姿見たら全然若々しくないんですよもう嫌やなと思いながら、でもまあまあまあスタイリストさんが用意してくれたからこれで今日頑張ろうと思って、本番10分前ですってなったんで、僕はもうスタジオに向かったんですよ。ほんなら後ろがバーッとお杉さんが走ってきて、陣内それ私の私服って言われたんですよだし服を僕衣装やもて着てなんかちょっと匂いも若干なんか香水臭い、おっさんなんかおっさんって思われたんで、服を着てもう少しで出るとこやったんですけども、スタジオでロングコートおかしいからね、ちょっとね。僕ね、結婚祝してるからいいじゃないですか、はい、もう一人でご飯食べれないんですよ。よく後輩とかばっかり誘うんで、一人やったら一切ご飯食べれないんですよ。である日仕事が休みでもうどうしようもないと、で7時ぐらいに起きて、夜の腹減ってると、ただ今から後輩誘うのもしんどいなと、一人でもご飯食べられない、それ出前取ろう思って枕元に携帯があったんで、パッとリダイヤルをね見たんですよ。まあ1週間ぐらい前に多分このピザ屋さんなんですけど電話したなと思って、登録はしてないから登録されてない番号を電話したら、あ、ピザ屋さんや思ってバーッとリダイヤル見たら登録されてない番号が2個あったんですよ。あ、でもこれやな思ってバッて電話して、ほんならすぐ出て、あ、陣内ですけどって言ったら、もう向こうは、あ、わかりました、じゃあ15分後に伺いますって言って切られたんですよ。あれと、はい、俺何にも頼んでへんのかそうですね、トッピングどうも、トッピングも何もトッピングはおるかベースすら頼んでない、15分後に行きますって言われて、はい、ちょっと待って、でもいつもそこでアラビアータと、はい、明太子フランスパンばっかり頼んでるから、はい、もう分かってくれたんや思って、いつものの感覚、いつものの感覚はすごいな思って、はい、これはもう助かるわ思って、はい、15分後ピンポーンって来たからガチャって開けたらタクシー切ったんですよでそのタクシーに乗ってもうそのピザ屋まで行ってアラビアータと明太子パン食べて帰ってきたんですよ。生かしたね、生かしたね、生かしたという、そういうお話がありましたけども、はい、これはもう、じゃあそうですね、陣内君、はい、僕最近ロケ行って衝撃的やったことなんですけど、うん、これはボクシングの井岡弘樹さん、はい、ね、2階級制覇をする元チャンピオンですよ、はい、まあ、この人もなかなかのね、まあ、大阪ですけど、はい、僕もよく仕事するんですけど、なかなかのパンチドランカーで、うん、なかなかなんですよ。です、ね、この間も九州で散々遊んだ帰りに清津区で九州ウォーカー買って帰ったとかするようななかなかの人なんですけど、その井岡さんってすごいのが、そのスポンサーがアプリカって言って、
ベビーカーがスポンサーなんですよ、はいはいはい、世界なんですよ、うん、だから世界の偉人さんとのつながりがすごいんですよ、うんあのまあ、スピーディーワンダーースティービーワンダーあスティービーワンダーとあのお友達であったりとかスピーディーワンダースティービーワンダーねあの人結構どっちかというと動き遅いよそうそうスティービーワンダーお友達なんですよ、結構あとあのホワイトハウスに行って、はい、クリントンさんと対談したりとか、皇室に呼ばれたりとか、めちゃめちゃすごいんですよ、本当にあのアプリカというとかすごいから、すごい世界の偉人さんと知り合いなんですけど、はい、あんまりその凄さを分かってないんですよね、はい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 、これであの家にロケ行ったら、はい、井岡さんの冷蔵庫にローマ法王の電話番号貼ってあったんですよ、ローマ法王が番号聞いてそれを普通にマグネットで止めてるんですよ、すごいでしょローマ法王の番号ですよ、酒屋扱いですよ、冷蔵庫に電話番号貼ってるんだ、普通にバーって書いてこうほんまローマ法王から聞いた番号をマグネットでバーッと止めてるんですよ、すごいですよ、それの凄さが分かってないんですよ、そんだけすごい偉人を普通の出前感覚で貼ってるという、冷蔵庫に貼ってるいうことはちょいちょいかけてる、ちょいちょいかけてる、花屋だ蕎麦屋だというね、よくかけるところですよ、もう直接つながるところです、電話番号じゃなくて、もうローマ法王からちゃんと渡してもらった番号を、ホットライン、もうそれはもう絶対世に出たあかんような番号を普通にマグネットを止めてるというすごいね、法王って書いてんの、ローマ法王、ローマ法王って書いてるいや、嘘、これは本物やから、すごい、いや、すごい、本物だから、あ、まあ、井岡さんやったらありえるでしょうね、はい、じゃあ、行きますか、はい、はい、はい、あら、陣内、あの、じゃあマネージャーの話でもいいですか、はい、はい、僕のマネージャー、日本木というマネージャー、はい、ちょっと太ったマネージャーなんですけど、はい、皆さん、スケジュールね、吉本興業のスケジュールって言ったら、はい、まあ、僕は2週間分のスケジュールなんですよね、あ、ありますね、まあまあ、多分そうやと思う、みんなね、でいろいろ例えば滑らない話であるとか、はい、それでタイム的に書いてるんですけど、はい、ある日のスケジュールで特番って書いてあったんですよ、ね、普通に特番やから、まあ、僕普通の気持ちで東京やったんですけど、うん、東京の番組に行って、はい、その特番の一パネラーやと思って行ったんですよね、はい、で着いたら僕司会やったんですよ、ね、うん、これって まずありえないじゃないですか、そうですね、そんな怖いこと行っていきなりちょっと30分打ち合わせして結構2時間番組の司会やったんですよ、でタレントも石田純一さんとか松井和代さんが結構の司会やったんですよ、でも行ってもなんやねん俺さっき言うといてくるよみたいな感じで、もうなんとかその2時間の特番なんとか終えたんですよ、でもやっぱ納得できなかったから、うん、やっぱ気持ちの整理みたいなね、司会は持って行くのと、はい、パネラーは持って行くのと全然違うから、全然違いますから、終わってからその日本人マネージャーにお前ちょ来いと、はい、あのなスケジュール書くときに特番で書くなと、うん、なまず司会かどうか確認して司会やったら特番司会って書け、うん、今後の仕事も何をするのか、うん、俺が何をするのかちゃんと聞けと、はい、でちゃんとスケジュールに書けよ、はい、そうですよ、分かったか、はい、分かりました言うて、ほんで東京行くからその帰ったんですよね一緒に、はい、タクシーに乗って、はい、ほんなら彼の携帯になりまして、はい、日本人がね横でパッと、はい、もしもし、あ、はい、あ、いつもお世話になってます、はい、あ、火曜日ですか、あ、陣内空いてますって言うたんですね、でパッて僕の目見て、あ、あのその世界不思議発見陣内は司会でしょうか、なんでやねんお前なんでやねんお前なんでお前スーパー陣内に出なあかんねんまあ考えてあかんやろめちゃくちゃやな、めちゃくちゃですよ、ひどいですね、めちゃひどいやな、あの20年以上やってる世界不思議発見をそれは変わんないですよ、変わんないでしょ、変わんない、それは一応聞いとかな思って、そ、陣内司会でしょうか、あ、違いますか、はい、分かりましためちゃくちゃやな、めちゃめちゃですよ、でそっからね、オファーほんとなくなったんですよ結構出てたのに、結構なくなったんですよ、これはなかなか仕事はマネージャーによってな、マネージャーによってこれは怖いですよ、いろいろありますからね、まあでもそれはないな、ちょっとないでしょ、すごいな、すごい、おお、なるほどね、こうい
属しちゃいますね。これね、僕局ね、局でタクシー呼んでくれるじゃないですか、はい、今ね、僕らもありがたいことに、はい、帰り道にね、ほんでその運転手さんが、まあ、帰り道に喋るんですよね、うん、いろいろと、陣内さん、大阪の時もしてくれてて、朝の番組終わったんですよね、はい、みたいな、うん、面白かったんですよ、まあ、東京やってる時見てたんですけどね、うん、みたいな言われながら、もう僕が住んでるマンションね、東京のマンションを、うん、どこどこの交差点右行って、うん、信号曲がったところのマンションです言って、もう道中も陣内さん頑張ってくださいね、見てましたよ、この間もあれ見ましたよ、うん、言って僕の、ね、はい、マンションに、ね、東京のマンション着いたんですよね、うん、パッと着いた時にお金払ってる時に、うん、運転手さんが、陣内さん、ここのマンションね、藤原紀香も住んでるんですよ一緒に住んどるわ知られてんのか知られてんのか、どっちやねん思って、そこしよう思って、思てどっかからがごそっと抜けてるどっかからごそっと抜けてほんまですか言って、嬉しいっちゃ嬉しいし、嬉しいっちゃ嬉しいけど、ショック、悔やれたショックみたいな、悔やれたショックやし、みたいなことが最近ありましたね。いやー、滑れませんのさあさあ、はい、いきます。ツイッターっていうのをね、皆さんやられてる方多いと思うんですね、芸能人の方でよくやってるんですけど、僕もですね、去年の6月からツイッター始めたんですけども、ツイッターっていうのをやられてない方のために、もう気軽につぶやけて、知らない人でもなんかメール感覚でこう交流ができるみたいな、まあ告知ができたりするんですよね、ツイッターでつぶやいたりとかしたら、で僕を見たい人は僕のことをフォローしたら、フォロワーというフォロワーさんがいるんですけども、そのフォロワーの中にですね、僕のやっぱちょっと痛いやつがいてて、僕が何をつぶやいても全てにしばくぞって返してくるやつがおるんですよね。もう全部にしばくぞってくるやつがおるんですよ。普通は今から収録行ってきますって言ったら、まあ頑張ってくださいとか、放送いつですか、しばくぞってくるんですよ。こいつめっちゃ芝居てくるやんと思って例えば夜中も寝れない時に、夜中4時ぐらいに寝れへんから DVD 見ようってつぶやいたら、私も寝れないですとか、何の DVD 見るんですか、しばくぞってくるんですよお前夜中4時起きてんのかこいつこいつめっちゃ俺のつぶやきに反応しきょるなと、全ての僕の全てのつぶやきに対して全部しばくぞってくるんですよ。鬱陶しいけど、まあ、ほっといたんですよね、まあええわと思って、ある日に陣内聞いてくれって僕が手に来たんですよ、ツイッターで。小学生なる息子が風邪をひいて熱が下がりません、うん、俺の日頃の行いが悪いせいかな、うん、反省してますって来たんですよ、あこいつ子供おんねやと、しばくぞは。でもまあなんかすごい真っ当な、ね、コメントが来たから、うん、僕初めてそいつに、うん、反省したことは心配と思うから、うん、これから子供の鏡になるように頑張れって僕は返信したんですよ、うん、こんなすぐコメントがしばくぞって来たんですよこいつなんやねんってそんだけしばいてくんねん思ってでもブロックっていう機能があるんですよ、ツイッターにブロックしたらそいつはもうシャットアウトできるんですけど、ブロックするのはもうなんかもう悔しいからブロックしなかったんですよ、うん、なんか負けたみたいな、負けたみたいに、うん、ある日そいつから、うん、陣内、芸能人の9割は俺のことをブロックするけど、お前は俺をブロックしてない、見直した、しばくぞ何やねん見直したのどうしたらええやん、見直しといて、もう親にもしばかれたことないでどんだけしばいてくんねんっていうやつがおるって話よ、陣内でも腹立つしな、もう全部陣内ですよ。でその話をダウンタウンデラックスでさせてもらったんですよ、こんな鬱陶しいしばくぞのおっさんがおると、やっぱテレビの影響はすごくて、ツイッター内でしばくぞおじさんっていう名前で、そのおっさんがめちゃめちゃ人気になってもらったんですよ、もうなんかツイッターほんまにそんなやつおんのかみたいな。で僕もテレビで言ってしまった手前、やっぱ責任を感じて、やっぱ痛いおっさんやから、僕はそのおっさんのツイッターを覗いて、まあしょうもないことしてないか干渉したんですよね。ほんでやっぱ見たら、やっぱツイッターもひどくて、一般人に対して黙れしばくぞとか、お前ブスやなしばくぞとか、もうしばくぞもう連発してるんですよ。でも後半はもうなんかしばくぞの要求が多かったのか、はいはい、しばくしばくみたいな、すごい手軽なしばくぞも一般人に送ってるんですよでも一般人はしばくぞ言われたいから、僕テレビで言ったから、しばくぞ言われましたみたいなんで、変にツイッターでなんか人気になってしまったんですね。で僕もこれあかんことやなと思って、でそのツイッターの中で分かった情報は、そのおっさんは関西に住む40代後半の結婚してるおっさんなんですよ。それしか分かんないですよ、顔も分かんないですよね。でツイッターって言ったらプロフィールに写真を載せとこあるんですけど、そのおっさんは自分の写真を載せないんですよね、まあ、でも痛いおっさんやから、卑猥な写真をね、
もう乗せるんですよ。もうパンティーちょっとなんか変なパンティーとか、なんかおばあちゃんがこう顔を隠したブラジャー姿とか。でも僕がテレビで言った手前、こんなおっさんとなんか変な、ね、一般人が関わるのは嫌やから、うん、僕はそのおっさん宛てに、うん、お前も写真、しょうもない写真を載せるな、帰ろって僕は送ったんですよ、うん、ほんならすぐに、うん、なんでお前にそこまで指示されなあかんねん、しばくぞって来るんですよ、まあ、こいつ年は思てただ1分後に見たら、綺麗なお花畑にかかってるやつなんですよ。みんな聞きかけないやつなんですよ。あれこいつは。しばくぞ言いながら僕の言うこと聞いてきてんの。なんやこいつ。なんかちょっと憎めへんな、ママでも痛いおっさんやと思ったら、もうツイッターで人気出たから、そう似たようなどつくぞっていうやつが現れた。あらたに。ツイッターで。僕にもう毎日どつくぞ、どつくぞ、陣内どつくぞって来るんですよ。年なあ思って、またある日陣内どつくぞって来たら、もうこいつブロックしようかなと思ったら、しばくぞおじさんですってそのおっさんが入ってきたんですよ。ほんならそのどつくぞに、お前陣内に偉そうな口聞くな、聞くな、陣内をどついたら俺がお前をしばくぞって言ったんですよ。どつくぞからしばくぞに助けられたみたいな、なんか僕ヒーロー登場みたいな感じで、あれ何これみたいになったんですよ。このおっさん何やねんみたいな。でツイッターって結構心ないツイッターもありまして、僕のこと嫌いな人もいるから、あなたをテレビで見ると不快になりますと、あなたがテレビで出る番組は全部私は消します、テレビを見ないです、二度とテレビに出ないでくださいっていうのが来たんですよね。あ嫌やなと思ったら、しばくぞおじさんですって来たんですよ。で陣内は一生懸命頑張ってるんや、テレビ見えひんならそのテレビ捨ててまえ、しばくぞって来たんですよね。なんか僕の応援メッセージみたいな、しばくぞが助けてくるようになったんですよ。で、あるいから僕そのしばくぞをちょっと待ってしまうようになって、でもその日を境に全然しばいてこなくなったんですよ。今までは僕が何か詰めて絶対しばくぞって来たのに、全然しばいてこなくなって、あれ何した、何があったやろと思って、そのしばくぞのおっさんのツイッターを覗いたんですよね。ほんなら僕以外以外の芸能人と芝生像のやり取りをなんか楽しそうにやってたんですよ。なんか僕がテレビで言ったから他の芸能人ともなんか仲良くなってしまって、なんかねあれみたいな、俺以外に芝生やつできたみたいな感じなんかね、何この気持ちみたいな、俺だけの芝生像やったはずやのに他のやつ芝居ってなんか楽しそうにやってるから、なんか嫌やなって、なんかちょっとやきもちみたいな、ママでもこんな痛いおっさんやからもうええわと思って無視したんですよ。ほんで先日僕大阪で仕事があったんで、関西の方で、まあ、ツイッターで今から新神戸駅に向かいますってつぶやいたんですね。ほんで新神戸駅着いて駅からタクシーに乗る間に一人の男性がバーって歩いてきて、陣内君握手して、ああどうもって握手、やっと会えたな、しばくぞおじさんって言われて、おお、まあ40後半普通のおっさんなんですよ。って思って、ほなでもすぐ去っていったんですよね。って思って、いやでもいやまさか本物ちゃうやろなと、それにさ あまりにもあっさりしてるし、もっと話したいのになんか僕はもう去っていくのしろせよと思って、みたいな、でもまあ本物ちゃうやろと思って仕事行ったんですけど、その日一切仕事手につかず、そのおっさんのツイッターをずっと待ってる自分がおったんですよね。ほな2時間後にしばくぞおじさんです、陣内やっと会えたな、お酒のおっさんやったんですよ。ほんまやったん、はい、会えて嬉しかった、握手してくれてありがとう、これからも頑張ってください、しばいてーって思ってなんでしばかへんの、全然しばいてくれないでしょ何この気持ちみたいな、あんだけしばいたやつがもう全然しばいてこなくなったっていう話ですけど、もうね、なんなんこれは本当に壮大なドラマやね、しばかれたおっさんに先日会って最後の最後しばいてもらえない、しばいてもらえない、ただ2日前に僕がそろそろ寝ようってつぶやいたら、寝るなしばくぞってすごいシンプルなしばくぞが来たんですよ。原点に立ち返った、原点にすごいシンプルなしばくぞが来たんですけど、なんかもう最近それが僕の中で支えになってるみたいな、ちょっと痛いおっさんなんですけど、まだまだ続くかもしれない、いやまだまだこのしばくぞとのやり取りはあると思うんで、まあちょっとハートフルな、ハートフルな話いきまーす。あ陣内、はい、
TMC っていうスタジオあるじゃないですか、うん、東京メディアシティっていうキルタスタジオに、よくもあれっていろんな各局の番組を収録して、うんうんうん、ドラマとかも撮影されてるんですよね。そうそうそう。で僕ちょっと早めに仕事が終わったんで1時間ほど早くその TMC の学園に入ったんですよ、うんはい、でそれは特番の収録やったんですけど、うんうん、まあ、ちょっと休んどこうと思って、うんうん、で学園に入ってテレビつけたら、うん、あそこの楽屋っていろんなスタジオが映るんですよね。収録してるとことか、それこそリアルにドラムが撮ってるところとかが映るんですけど、僕がパッとつけたらたまたま僕が出る特番のカメリアンをしてたんですよ、スタッフの皆さんが。で首からねこう名前をぶら下げてるんですよ、タレントの関根勤とか鈴木奈々とか、うん、でも陣内智則ってつけても AD の、あここに座んねやとか思いながら、まあ、どんな番組知らなかったんで、ほんならそのカメリアなんでこう司会者の人がちょっとこうスタッフだけで楽しむような感じで、うん、関根さん今日何食べたのみたいなことを言ってるんですよ、うん、まあ、関根勤と扮する、まあ、まあ AD が、うん、あカレー食べました、うん、みたいな、別にそんな大した話じゃないですけど、うんうん、それでクク笑ったりしてるんですね、早いからね、うん、でほんで鈴木奈々ちゃんの AD の女の子に、うん、靴汚いねって言う、うん、ほんでカメラさんがバーって靴を寄ったら着てなかったんですよ、うんうん、ほんでまあバーわー笑ってるんですよスタッフが、なるほどね、ほんでその司会者が今欲しいもの何って言ったら、まあ、鈴木奈々扮する AD の女の子が、うん、お休みですって言ったんですよ、うんうん、そこは靴だろお前みたいな感じはでももう芸能人の感じでやってるんですよ、うん、次僕扮する陣内智則に、うんうん、陣内君はいいね今日終わったら奥さんの手料理食べれるからって言うてんすよ、うん、おあれって思って、うん、ちょっと待てよ、うん、楽屋でな何この感じだ、うん、僕扮する AD のやつがちょっとニヤッとして、うん、いや僕奥さんいないんですよって言うてんですよね、うん、あれなんかどっか聞いたことあるな、なんか、うん、いや綺麗な奥さんで羨ましいよって言うてんすよ、言うてんすよ、でその僕扮する AD が、うん、いや離婚したんですよって言うてんすよ、言うてん、司会者が、うん、って言うてるんですよ僕と増野さんがよく番組で陣内お前ええな奥さんおって、いや僕離婚したんですよ、知ってるやろっていうくだりを僕がいないとこでスタッフからゴリゴリにいじってるんですよ僕を、これ何やこれ思って汗かいてきて、こんなとこでこんな死に方してんねや思って、ほんなら女子会社が家帰って奥さんおるからね、で僕が僕にするやつが、いや僕離婚したんですよ、でそいつが言うて、僕扮する AD が、うん、いや知ってるでしょ言うて、うん、ケタケタ笑ってるんですけど、うん、その司会者の首から、うん、草の人を知って絶対せえへん草野さんそんな感じせえへん絶対草の人そんなこと絡んでこえへんと同じ人としても全然ちゃうとただやりたかっただけみたいな、あと無理にしてもリアリティがない、そうなんですよ僕のいないとこでスタッフ同士がその絡みで遊んでるんやみたいな、ゾッとしてあれ見てまうわ、でもな見ちゃう見てまう、何言ってんのかなっていう持ちネタとかやってるかもね、行きます。まあ陣内君、の話が出たんで、うんうん、陣内君って本当に天然なんですよ、うん、もう陣内君のエピソード言っても、うん、もう嘘やろと、うん、屋台村みたいなのが偉い大阪で入った時に2人で飲んでたんですよ、うん、陣内ビール飲んでてビールバーって飲もうたらコースターがポローンって転がっていったんですよ、うんうん、ほんでああ言ってそれ追いかけて、うん、陣内店出たんです、まあ、なかなかあるこっちゃないなかなかあるここれも下手したら無線飲食ですよ、ねえ、はい、そろそろ大輔出るんじゃないですか、吉本の先輩で、うん、陣内さん、はい、陣内智則さんで、はい、先輩が行って、で僕一緒に宮崎に、うん、行く仕事があって、うんはい、その時にちょうど飛行機に乗るまでに一回バスでみんな行ってバスでこう飛行機のそばまで行って乗るという、うんうん、そういうような感じがありまして、うんうん、その日がものすごいお客さんが多くて、でまあバス来てでずーっと行ったらもうこれ次のバスだと乗れるのに、うん、乗ってくださいっていうのが多いんですよ、結構もうギリギリまでもう立ちでもいいんで結構乗ってくださいっていう一番最後尾ぐらいに追いやられて、で乗らなあかんってなったんですよ、うん、最悪やもうずっとギュウギュウやしまた立ちやんけみたいなことになってたら、優先座席シートっていうのがバスにもあるんですけども、その優先座席シートっていうのは空いてるんですよ、うわー優先座席シート空いてる、でも俺はここにドカッと座るわけにはいかんなと思って、先輩の陣内さんチラッと見たら
足引きずって入ってきたんですよ。ほんで僕に何も言わんとそこっす。もうそっからあと飛行機乗るときどうすんのやろうと思ってたから。そんな風には見えへんねんけどな。ちょっと天然なところがあるぞ。クイズサクサクいきますか。あ、じゃあこれはどうしようかな。竹山、ね、うん、ちょうど1年前ぐらいの、うん、なってお正月休みに、うん、僕は和田っ子さんとハワイに行ってた行くことになったんですけど、竹山アッコさんと行ったハワイ、ちょうど1年前ぐらいの、うん、なってお正月休みに、うん、僕は和田っ子さんとハワイに行くことになったんですけど、でそれなんでもともとそれ一緒にハワイ旅行に行くことになったかっていうと、木梨憲武さんとかひろみさんとか勝俣さんとかがみんなこうファミリーでハワイ旅行行ってらっしゃるんです。で僕もうちの嫁と2人でハワイに行ってる。でハワイ旅行やってる5日間6日間のうちに1日だけみんなでこう集まって飯食ってるんですよ。あとはもうてんでファミリーでバラバラなんですよ。でもそれをアッコさんが毎日ハワイで宴会しとるんやろお前らと、うん、毎日楽しいんやろと、うん、いや毎日じゃないですよと、うん、いやでもお前らおったら楽しいんやろ、私も行きたいって言い出した、うん、それがちょうど9月ぐらいに言い出したんですよ、はいはい、でこれまずいなってことで一回その木梨さんとひろみさんと、勝俣さんと僕で集まって、ちょっと話し合おうと、はい、本気で来たい言いよるぞと、はい、どうしようかって。でももちろん4人集まっても答えはノーですよ、うん、もうみんなもう嫌だと、で嫌だは答えはまとまったんですよ。先輩たちと嫌だってまとまったけど、ここでも重大なことが起こって、はい、誰が言うんだと、はい、で誰ももう木梨さんもいろんなさんも言えないよってなって、うん、言えないってことはもうこれイエスにしちゃおうっていうことって、うん、もう我慢して連れて行こうと、うん、で連れて行くんだけど、まあ、年が明けてアッコさん行くんで、うん、でみんな先に年明ける前からも先にファミリーで行ってらっしゃるんで、うん、で竹山家は子供もいないもんで、うん、でちょうど年が明けて僕も行くようにしてたんで、うん、じゃあアッコさんの番は、まあ、一番後輩ですし、うん、竹山家が一緒に連れて行きますと、うん、飛行機も同じにしますと、はいはいはい、であれだったらホテルもマネージャーさんもなしで一人で来るんで、じゃあもう僕一番後輩ですし、もううちの嫁とアテンドしてホテルも一緒にしますと、うん、はいはいはい、ということになったんですよ。いろんな珍道中だったけどやっとハワイに着きました。で着いたら着いたで夜ウェルカムパーティーみたいなみんなやってくれるんですよ。あっこさん来たからって、竹山ちも来たからよう来たなって、うん、で6時ぐらいから飲むんですよ、うん、もうだから6時ぐらいから飲んでも9時ぐらいでもう解散ですよ。みんな子供もいるし、うん、はいはい、で帰りたいんですよもう、うん、みんなおのおのホテルにファミリーだし、うん、だからあっこさんはもう東京といつもの通り9時ぐらい終わったら2軒目行くぞーって言ったわけですよ、うん、ベロベロで、うん、はい、もう誰も行きたくない、うん、でもみんななかなか止められない。いや、どうしよう、いやでもあっこさんねってこうみんな迷ってた、うん、そこで僕絶対これ聞かないと思ったけど、一応僕もちょっと酔っ払ってたんで適当なことをあっこさんに言ったんですよ。アッコさん、ハワイはね、日本人が酔っ払って2軒目行くと捕まる可能性がありますって言ったんですよ、うん、そしたら意外とアッコさんが、うん、ほんまかって言い出して、うん、意外とそれビビりやからね、まあ、それほんまか、捕まるんか、うん、捕まりますってどんどん言ってたんですよ、うん、そしたら、部屋飲みはいいんか、部屋飲みはいいですよって堂々と言ったんですよ。で、部屋飲みはいいですよって言ったおかげで、それから1週間僕らいるんですけど、毎晩2時半まで飲むことになるんですよ、うん、ね、夜中、夫婦3人で、うん、でそんなんでずっといろんな人道中があって、うん、アッコさんはだいたい昼の11時頃起きるんですよ、はい、僕ら先に起きてます、はい、昼の11時に起きると電話あります、うん、ご飯食べたいです、うん、じゃあ行きましょうっつって、そのご飯を全部仕切ってたんです僕ら。である日ね、ちょっと山の方のハワイのローカルの人しか来ないような、はい、ちょっと喫茶店があって、うん、まあご飯軽く食べれるとかって、はい、そこを予約してたんです。でメンバーはそのノリタケさんも来て、ヒロミさん、勝俣さんも来て、で竹山夫婦が来て、あと現地の僕らの友達のアメリカ人が来て、でアッコさん連れてそこ行ったんですよ。日本人誰もいない、観光客も、うん、もうアメリカ人の人ばっかりで、うん、でまあご飯も美味しいし、痛く気に入って夜も楽しげにわー食べたんですよ、うん、でそんな時にね、ちょっと俺の視界に入ってきて日本人っぽい女の子が2人入ってきたんですよ、うん、で見なかったけど視界に入ってから、あやばいな、こっち来たら面倒くさいなと思ったんです、うん、先輩だしみんなと、うん、たら案の定来たんですよ、うん、これ止めるの面倒くさいなって振ってみたら、おのののかちゃんだったんですよ。プライベートで、あプライベートつって、ああつって、もうそんなに皆さんでも仲良くなかったみたいで、でご挨拶だけして、あもう全然気使わないで、もう全然プライベートだから向こうで食べてって、で終わってたんです。たらまたおのちゃんがね、おののかちゃんこっち来たんですよ。うん、えどうした、もう帰るのって言ったら、写真をね撮ってほしいと、うん、そのメンツで、うん、でその写真ちょっとテレビでお正月使ってもいいですか？うん、いや。でもこのメンツだし、うん、テレビはでもいろいろめんどくせえ、うん、って言ったらアッコさんとかが、
あ、じゃあ取ろう取ろうっつって取ったんですよ、うん、で、あ、いやいいっつってで終わって、食事終わって僕らまたこう移動して車の中でね、僕がね、やっこさん、あれ大丈夫ですか、撮ろうって撮りましたけど、うん、あんまりこのメンツいてね、もっとこう写真撮ってください、もう僕個人的にはちょっと変だし、うん、でそれテレビで使うとか変だと思うんですよ、うん、それ大丈夫の、いいって言ってましたけど大丈夫ですかって僕がこうちょっと消しかけたみたいになっちゃって、うん、それからアッコさんがめちゃくちゃキレ出して、うん、だいたいな、お前がとええー、って言うからあかんねんとか言い出して、うん、いや俺言ってないじゃないですかって、だいたいのそのおのおののかは悪くないんや、お前が OK するからや、それで私おのののかのことが嫌いになるわとか言い出して、うん、いやそれ理屈が全然通ってないじゃないですか、うん、でもあの子に言うとけ取らんようにってさっき OK って言ったじゃないですか、うん、だいたいな、竹山先輩とかとプライベートでいるときはな、うん、写真撮りたいなんか絶対あらへんねんって、うん、芸能人は絶対あらへんねんそんなこと、うん、ってよう覚えとけお前って、俺なんか急にお酒も飲んでるのエキサイトして怒り出して、うん、でそのすいませんって謝った、うん、その夜に人気のベトナム料理屋でみんなで食事することになったんです、うん、もう楽しく食事して酒飲んでました、うん、でタバコ吸いたいんで店の中吸えないんで僕外行ったんです、うん、外行ってタバコ吸ってたらプライベートのペヨンジュンが並んでたんですよ、うん、はい、はい、プライベートの、で、うわ、俺ペヨンジュンやって言って、うん、でハワイの友達がペヨンジュンだよねって言ったら、いやペヨンジュンです間違いないですってなって、でちょっとこう僕も興奮しちゃってちょっと嬉しくなっちゃったんでアコさんに言ったろうと思って、うん、店の中行ってアコさんペヨンジュンいるペヨンジュンいるっつったらアッコさんが写真撮ろうやって言って写真写真っつってで俺ついにこうついもうちアッコさんにおなのかって言ってで面白そうだからじゃあちょっと待ってくださいっつって俺アメリカ人の友達連れてペヨンジュンさんとこ行ってペヨンジュンに英語であなた韓国のスターって分かってると、中に日本のシンガーの大スターがいると、プライベートで来てると、韓国と日本のプライベートのスター同士写真撮らないかったら、うん、ペヨンジュンがめんどくさいから絶対嫌だってでそれ面白いなと思って、まだ俺も酔っ払ったからアッコさんと戻って、アッコさんペヨンジュンがねめんどくさいから嫌だって言ってますよったら、アッコさんベロベロでペーって言いましてペーって分かってで店、僕らが店出る時ペヨンジュンはちょうど入ってきたんですよ、はい、食事浴びてどうしてもその横を通らなきゃいけない、はい、アッコさんいらんこと言っちゃダメですよ、怖い怖い、揉めちゃダメです、分かってるわ分かってるわって勝松さんとこうやってこうやってこう暴れないようにこうやって言ったんですよ、た、うん、だずっとペヨンジュンの横を通る時にアッコさんが、ペーペーって言いながらそのまま帰ってったって大変よ言わないな。はい、竹山。うちの事務所にですね、まあ、大先輩のブッチャーブラザーズさんって人がいて、で、まあ、年の頃で言うと60前ぐらいの、はいはいはい、でもそのブッチャーさんの話なんですけど、あのブッチャーさんって今で言うとそうですね、あの出川さんみたいな感じの方ですごいみんなから好かれてて、ちょっと天然って言われるとこもあるような、ちょっといじられる、はい、いじられてもいるし、で、まあ、草野球、例えば草野球とか行ってブッチャーさんがこうベンチで見ててピッチャーがすごくダメだったんですね、その日だものすごいベンチから怒るわけですよ、何しとんねお前はそんなピッチングでって、もう変われっつって俺が投げるっつってマウンドで1球目投げたら肩外れるとかそういうことばっかりある人なんですけど、それブッチャーさんとですね、あのうち の亡くなった相方中島は仲良かったわけですよね、なんであの中島のお葬式の時に もうありえないことが起こってしまって、それ大体お葬式終わって次に火葬場ってところに行くじゃないですか、でそこに大体みんなバスとかで行くんですけど、火葬場に着いたらブッチャーさんが来てないってことが分かったんですよ、でその日なんかそういう人間のお葬式っていろいろこの日にちの問題があって実は混んでる人があるんですよね、でそれ偶然火葬場が混んでて4つぐらい焼くとこあったんですけど全部混んでたと、でブッチャーさんどうしたブッチャーさんどうしたって言ったら、ブッチャーさんお葬式終わってちょっといろんな人と喋ったからバスに乗り遅れてると、うん、で今あのタクシーを飛ばしてこっちに来てると、うん、でこっちに来てるとこっちももう焼く手前だぞと、うん、どうすんだどうすんだって言ってる時に、うん、向こうの方でですね、僕らが一番端っこで一番手前から家族違う家族が全部焼き場にいるんですけど、うん、一番向こうが入り口だったんですよ、うん、でそこでブッチャーさんが泣きながら、うん、中島中島って泣きながら入ってきたんですよ、うん、だから遅れてきた間に合った間に合ったブッチャーさん来た来たってこう見てたら、うん、一番手前の全然知らない家族の悲しみの輪のところに人をかき分けてブッチャーさん入ってって、中島中島っつって人の中でブッチャーさん見えなくなったんですよ、だからおそらく全然知らない人の顔向けの顔を見たと思うんですね、顔を見た瞬間に向こうの真っ赤から大きな声で誰やこいつって声したら、誰やこいつですって、って思って、そこで僕らもこれダメだと思ってブッチャーさんブッチャーさんこっちですって言ったら、さっきまでゴンゴン泣いて入ってきたブッチャーさんが僕らの顔を見つけたら満身の笑みで間違ったー困った人やな、面白い先輩、面白いけど困ってるね、困った先輩、困ったわ不思議な人おるわほんまに
さあ、竹山、はい、まあちょっとあえてこの話を先にしようかなと思ったんですけどね、あのね、去年に僕、あの皆さんご存知だと思うんですけど、僕親友だった前田健という芸人が亡くなっちゃったんですよ、突然。で前田健と僕は同い年 で大体テレビ出だしたのも一緒 でまあいろんな相談とか悩みもお互いしてたんで、まあ親友みたいなもんだったわけですよね。で別にまあしょっちゅう会ってるわけじゃなかったんですけど、でまああいつもテレビとかでよく言ってたんですけど、僕のことが好きだみたいな、男が好きな、あの前マイケンでしたから、で俺のことが好きだみたいなのずっと言ってたんですよ。でそんなマイケンが去年の5月に突然亡くなっちゃったんですけど、あまりに突然だったら僕も全然用意してなくて、どうしようと思ったら、あの友達の青木さやかから電話かかってきて、竹山さん葬儀はまた何日か後になるんだけど、とりあえずあの今日夜、あのマイケンさんの家で、実家に暮らしてたんで、実家でちょっと仮通夜っていうんですかね、なんか身内だけとかのやつをやるんで、竹山さん多分大丈夫だと思いますよ、あのその仲がいいというか親友だから来てもと、じゃあちょっと仕事終わって行くわって、で夜10時ごろ初めてそのマイケンの実家というところに行ったんですよ、住所だけ聞いて。たらもう普通のお葬式ですよね、もう知らない人もいっぱい、近所の おじさんおばさんもいっぱい、親戚の方もいっぱいいるんですかね。で2階が普通の民家で、2階がマイケンのこうご遺体というか、マイケンが寝てるところで、で1階からこう並ぶわけですよ、もう周り全然知らない人ばっかり、親戚とかのね。でマイケンのご遺体 その頭のところにお父様が座ってらっしゃるんですよ。で僕は初めて見たもんで、お父さんも全然知らなかったもんで、でまあお父さんがご立派な人で、あこんな貴重な親父なんだ、こんなにいい親父なんだと。それ何かというと、この弔問っていうんですか、それした人にも一言、ケンはね頑張りましたよ、ケンは人生全うしました、頑張りましたよって一言ずつ言って、もうそれ見てちょっとこう感動するというか、まあ、お前いい親父に育てられたなと思ってたんですよ。でそんな時、まあ、今木村さんの話じゃないですけど、マイケンいつもハンチングをずっとかぶってたもんで、僕しばらくマイケン会ってなかったんですけど、寝てる時はハンチング取ってるんですよ。そうするとこう僕が思ってた以上にハゲ上がってたんですよ、もう。でもそれもこうで笑っちゃいけないじゃないですか。でもこう順番はこう来る、その横でお父さんがもう気丈に剣は頑張りましたよって一人ずつ言う。でそれをずっと見ながら一個一個自分の番進んできますよね。でやっと自分の番が来たんですよ。ものすごい悲しかったですよ、やっぱ親友が亡くなっちゃってる人いるし。で急いでこう香典出して、でやり方よく分かんないけどとかでふってやったら、その気丈なお父さんが急にですね、ヒューッて泣き出したんですよ。で竹山くんっつって、僕 あの手をふわっ掴んで、竹山くんって出して、周りのおじさんおばさんも全然知らない人ですけど、気丈なお父さん泣き出したから、みんなえって顔出して、竹山くん、剣はね竹山くんを愛してたんだよって言い出して、話変わってきたね話が親こういうんだよね。いやこれ知らねえし周りの人もえってすいませんって逃げ出したって話あそうやったんやな、ちょっとそういう思いが強かったのかな、だから前件お父さんに話してたんですかね。そういうことでしょうね。好きな人がいるっていうのはね、好きな人が竹山が好きだって言ってたんでしょうね。でもお父さんと会ったこともないし、いきなりお父さんにそれを組織で言われても出たいよな。出たいです、出たいよ。本当に星が出えへんから。さあ星来ました、はい、まあ誰も出てない。出てないの。俺も僕どうしますか。あじゃあ竹山行くか。はい、3ヶ月ぐらいこの前なんですけど、大阪で僕ナイトスクープっていう番組やらせていただいてて、でそこで一つのネタで、さっき松本さんとちょっと話したんですけど、34歳の男の人で、ほんでその人別に男性が好きなわけじゃなくて、でも今まで一回も誰とも付き合ったことなくて、でデートというものをしてみたい、それ男でも女でも関係なくデートという行為をやりたいという番組に依頼が来て、でその男の人とデートするのが僕だったんですよ。見てたどうすればいいか分からなくて、ディレクターも分からないし僕も分からないし、どうやったらこの人の要望を応えることができるかということで、でまあロケ中も試行錯誤しながら、なんとかロケは撮り終わったんですよ。でも正直頭も使ったし、まあディレクターも他のスタッフも僕も本当疲れたなってことになって、ロケ終わったの19時夜の7時頃だったんですけど、そこから別に東京に帰れるんですよね。でも今日はもうちょっと飲もうと、スタッフとみんなで、もう結構大変なロケだったからと、ということで大阪に泊まって飲んだんですよ、でスタッフと楽しく飯食って言いながら酒飲んでまして、まあ、今日のロケの反省とか、あそこもっとこうすればよかったなとか、そういうことでワイワイ飲んでるうちに、まあ、違う話にもなるじゃないですか。
ただそのディレクターの人結構僕より年上の人なんですけど、なんか飲んでるうちにそこで政治の話で喧嘩になったりとかして、お前なんやねんその言い方みたいなことになり、そんな考えちゃうわとか、そんな分かってないじゃないですかって言って大人とこうものすごく喧嘩になったり、でも最終的には夜中1時過ぎになると、でも喧嘩したけど2人で今日いいロケ作ったなみたいな、よかったよかったで握手していい夜やったなみたいなで終わったんですよ。でその後僕ホテルに泊まるんですけど、いつもなんか局が撮ってくれるのはあのリーガロイヤルホテルとウェスティンホテル、まあ、いいとこ2つどっちか撮ってくれて、うんうん、でも僕リーガロイヤルホテルの方がサウナがあるんで、朝起きてサウナ入って東京に帰りたいんで、うんうん、あえてそこにしてくださいって言っていつもそっちに泊まってるんですけど、うんうん、その日はなんか都合かなんかでウェスティンホテルしか空いてないんで、まあ、そこも高級なホテルですから、うんうん、そこに泊まることになったんですよ。で夜中2時過ぎ頃ベロベロで一人でそこに帰りまして、で部屋に入って洋服ももうベロベロだったら全部脱ぎ捨てて全裸でベッドの上にグワーッ寝てたんですよ。したらちょうど朝4時半ぐらいにおしっこしたくなりまして、でそのままおしっこ行こうと思っていつものリーガロイヤルに泊まる頭の中なんですよ、はいはいはい、構造が、はい、でもう寝ぼけて酔っ払ってるし寝ぼけていつもこう裸でこうわーって外行ってドア開けてトイレトイレって探してドアバンって閉まってふって気づいたらそれホテルの廊下だったんですよ。で要は全裸でそのまま廊下出てて、はい、いつも泊まるホテルはそのドアがそっち側のドアがトイレなんですよ、はい、でそのまま知らずに出てでも酔っ払ってるし寝ぼけてるから分かんないで初め歩いてて、うん、途中で便器がないことに気づいてふって見ると廊下じゃんってなって、はい、でそこからまずどうしていいか分からなくなるんですよ。でそういう時俺自分でもどうするんだろうと思ったんですけど、そういう時全裸でもう全裸でしゃがみ込んでずっと考えるんですよこうやってでまだ酔っ払ってるからで考えて次に何考えるかというと、あのまだ酔っ払ってるから念を送れば誰か助けてくれるとわけのわからないで助けてくれ助けてくれって言うんだけど誰も来るわけなくて、でそれで徐々に気づくんですよ。でその時に酔っ払って部屋行ってるから自分が何丸何号室かも分かんないですよ。あらうわー、ほんまや。もう俺裸で今何やってんだこれ、うん、どうしようってずっと考えて、うん、もうこれは下まで行くしかないと、いやそれしか方法はないから、でもう一番嫌なのは、うん、他のお客とかホテルの人に例えば女でも連れ込んで、うん、それでなんかトラブルあって外に出されたと思われるのが一番嫌なんです、うん、でももう行きたい行くしかないからってことでこうやって全裸でこうやってエレベーターの前に一人こうやって行きましてでもエレベーター誰も会わなかったらエレベーター押してこうやって待ってる時に電話があることに気づいたんですよ。だからこれ電話すればいいんだと、で電話してすいませんあの竹山ですと、カンニング竹山なんです、今日泊まってます僕知ってますよねって言ったら分かりますよって部屋番号何番ですかって1702ですかなんか言って、あ分かりましたって電話切って、まだ頭パニクってるから電話切ったまま1702の部屋の前にこう全裸で着いたんだけど、着いたところで開かないんですよ鍵がないから、でああそうかってなってまたその長い距離を帰らなきゃいけないんですよエレベーターのとこまで、でまたこうやってエレベーターのとこまで帰ってでまた電話して、でその時普段使わない言葉がいっぱい出てくるんですよ。で向こう出たらすいませんあの竹山ですけどあのすいません今あのちょっとあの乗ってきられない事情でですねあのちょっとよく分からないんですけど今ちょっと裸でよく助けてください分からないんですって言ったら向こうがどうしたんですか何があったんですか、いや分からないです助けてくださいって切って、でとりあえずここにいてももっとバレるから部屋に行こうと思ってその1702の部屋に帰って、でも人がこう来たら嫌だからどうしようかなと思って部屋のドアに全裸でピタッと待ってこれが一番いいと思って、そしたら向こうから大丈夫ですかって言って、それで大丈夫ですドアーって言って、そしたらはいってドア開けてくれて、入った時にもう何も聞かないでください入りますからってドア開けて待って入ってガチャッと閉まったらドア越しの向こうにその男の人がおやすみなさい素敵な夜をって聞こえたら違うんだと、女呼んでんじゃないんだと、素敵な夜じゃないんだと、いやいやもうやそうなんです知ってるそれ見たでもそのロケ、はいはい、あきつかったなあれな、きついロケだったんでちょっとまあいい酒飲みすぎた、いいそうやな、それあそこから始まってたの、始まったんです、はい、そうそれともう一人です、ね、三股さんです上がってきましたよ三股さん、ごめんなさい僕これオンエア見てないんですけど大丈夫ですか、たまたますっごい調子よかったんです、はい、三股さんですよね、三股さんよかったんです本当、はい、調子ええ時のあいつ見たことないこれあの僕が沖縄行った時の話なんですけど、はいはいはい、あの僕あの一人で沖縄行くんですけど、うん、あの僕が沖縄行くと僕をいろんなとこに案内してくれる人がいるんですけど、うん、それあの堀市の秋さんって言って、うん、あのタトゥーショップをこう経営してる方なんですね、うん、あの秋さんあの明日あのそのままタトゥーショップ俺いてもいいですか、うん、ちょっと堀市の仕事見てみたいんで、うん、ああ別にいいですよって、まあ
タトゥーショップ、アキさんと一緒にいたんですけど、まあ大体今あのタトゥーショップっていうのはあの沖縄なんで、うん、米兵の人たちがお客さんが多くて、うん、なんか漢字ブームらしいんですね、うん、あの龍っていう漢字をここに入れてくれとか、虎、うん、っていう一文字入れてくれみたいな、うん、ああそうなんですかって言ったら、やっとお客さんが来たんですよ、うん、こんなごっつい、うん、ものすごい米兵の人が、うん、そしたらその外人さんがここの鎖骨に沿って台所って入れてくれって、俺もアキさんも、いやちょっと待ってくれって、台所ってあのその人は、いやそのデザインが好きだと、はいはいはい、台所ってこのフォルムが好きだと、で俺もアキさんも本当にいいんだな、本当に台所って入れていいんだなって、まあ、台所ってここに入れたんですよ、漢字2文字ね。そしたらこの間またアキさんから写メが届いて、はい、その外人ディックって言うんですけど、はい、ディックがまたタトゥー入れた、はい、ディックがグーッと ここね、筋肉グーッとやってるんですけど、ここに読書感想文がっつりやりましょう、はい、そしてですね、今年 の、 あの9月に僕と大輔でスピンオフやらせてもらいましたけども、はい、その中であの MVS をですね、2人受賞しまして、その2人も参戦すると、はい、これがですねバッドボーイズの清人ですね。あ、清人、はい、これはなかなかの、はい、いやなかなかの生い立ちなので、はい、そうなんですよ、すごいですよ。あ、そうなんですか。いや、すごい生い立ちですよ、はい、サターばっかりこうちょっとこう当てられるからね、はいはいはい、秋男が、はい、生い立ちは秋男ですよ。秋男です。二十数年ぶりに生き別れたお母さんとつい去年出会ったんですよ。へえ。そんな話持ったんや、はいはい、これ深い話でもいけんじゃん。福岡吉本時代の話なんですけど、うん、その福岡で番組僕ら持たせてもらってて、うん、で橋でロケやってたんですよ、うん、でそろそろ休憩しようかってディレクターが言って、みんなでタバコ吸いながら、なあどうしよっかな、次撮る時どこ撮るみたいな、うん、もうここでいっか、また端から行こうっつって、うん、で話してる時になんかボロボロの服着てリアカーを引いてる人が橋を通ったんですよ、うん、でそこでずっと立ち止まってて、スタッフが汚いなって、うん、なんだよお前、あれ映り込んだら撮影できねえよ、もうどけよっつって、うん、あーそうですねって言おうと見たら僕の親戚のおじさんだったで、そうです、5年ぐらい行方不明で僕本当に探してて、もう見向きもせずスタッフとか「マサオちゃん!」っつって走って、マサオちゃんって昔港で働いてめっちゃ喧嘩強かったんですよ、こう入れ墨も少し入ってるみたいな、そのおいちゃんがもうガリガリなって歯もないんですよで目もちょっと黄ばんでて、うわあのマサオちゃんかと思って、どうしたマサオちゃんって言ったら、マサオちゃんがスナックのママと別れてこのありさまって、おっしゃ、これほんとちょっと前の話なんですけど、あの後輩とかとお酒を飲んで家に帰ったんですよ、うん、で家帰ったらいつも下の郵便受けであのダイヤル合わせて郵便物とか取るんですけど、はいはいはい、まあ無駄なもん入ってますけど、うん、1個ガス東京ガスからの紙が来てて、普段 見ない紙で開けてみたら、あのガス止まりますよっていうのが来てたんですよ、ほんであの後から分かったんですけど、最近引っ越ししたんですよね、うん、でいつも振りあの引き落としになってたんですけど、最初の月はなんか払い込んでくださいっていうそういうのがあるみたいなんですよ。で僕それを忘れてて、最初の月の払い込みだけ忘れててずっと引き落としになってたんです。でもその最初の月の分が払い込まれてないんで、ガス何日までに払い込まんと止めますっていう紙やったんですよ。でまあ酔いながらもこれもう、あ払えるん明日の朝ぐらいしかないわ、なんかコンビニでも払えない、ちゃんとそこに行かなあかんやつやったんで、部屋に慌てて戻って、それを財布の中に入れまして、あこれ入れたら忘れるかもしれん、でも出してたら忘れるかもしれんと思って、あの電話の家の電話の横にあるメモ用紙をちぎって、あのボールペンでガス代忘れないって書いてテーブルの上に財布で押さえといたんですよ。でそのまま寝たんですよ。で朝起きたら奥さんがもうさっき起きてて、うん、いやおはようって言ったら、なんか普段とちゃう感じなんですよ、うん、おはようみたいな感じで、え何その感じって言ったら、え別に、うん、いや違うやん、それ言うてやなんやねんって言ったら、
昨日お楽しみやったんだねみたいなこと言うんですよ、うん、全然意味わからないんですよ、うん、いやなんやねんって言ったら、うん、マジっすよ、うん、ガスよって誰よマジっすよマジですよね。なんでそれでもわからないからガスよが誰かがわかんないからガスよは忘れないっていう、そうそう、ね、ガスよ言われてもわからないですからガスよ誰やねんっていうからそういうのおっしゃるわからなかった、全然わかんないです、ガスよって誰やん、そんなふわっとした名前なのわかんないですよ、いや誰よ気持ち悪い名前ですし誰よそれって言ったらその神を自慢げんかしてバカじゃないの言ってでそれでも神がわかんないですよ、でそれ見てもうなんかわって分かって説明がするのもなんか怖いじゃないですか、うん、もう何でも何が起こりすぎて全部がもう何やその感じ、めっちゃつかないね、はあ、折り合いが感情の折り合い、金合いがガチよガチよ、ここで緊急、あ、来た、あ、じゃあこっちは行きますか、わかりました、はい、はい、僕はあのデビューが萩本欽一さん、そうです、あの欽ちゃんの番組のオーディションに受かってデビューだったんですよ、で欽ちゃんというのは皆さん知ってる通り、うん、あんまり売れてる人を使わない、うん、あまり素人同然の人をオーディションで選んで、うん、その人たちをスターにするって人なんですよ、だから僕たちあの4月から始まる番組、うん、2ヶ月前から毎日稽古だったんです、もう5、6人選ばれたんですけど毎日稽古で、その時欽ちゃんが言ったのが笑いの仕組みを教えると、振り落ちホロ、はいはい、振り落ちほろ分かるか、振る誰かが振る、落ち誰かがボケる、フォロー誰かが突っ込む、振るボケる突っ込みで笑いが起きる、それを忘れるな、あともう一つボケというのはね自分でやめるな、笑い声、お客さんの笑い声が続いてるうちはボケ続けると、今のやつは自分でやめちゃうと、ボケっていうのはお笑い声が起きてる間はボケ続けろ、そして突っ込みは突っ込み続けろ、そうすると笑いがどんどん大きくなって時にねビッグウェーブが起きると笑いの、うん、それはねもう客席が揺れるんですって、お客さんっていうのは普通にこう笑ってるんだけどお客さんが揺れるほど笑うんですって、それを起こしたらスターだって、今まで俺の番組でスターになったやつはみんなそのビッグウェーブを起こしてる、だから頑張れっつって4月から始まったんですよ、で月曜日から金曜日まで毎日やる番組で、で欽ちゃんが振る、僕らがボケる、欽ちゃんが突っ込む、笑いが起きるんですよ、さすが欽ちゃんすごいなってことになって、で月曜日から金曜日までやってるんで僕らもちょっと慣れてきて、欽、うん、ちゃんの一つ の振りで僕らボボボってボケていったらどん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 笑いがつながってくるんですよ、うんうん、つったら欽ちゃんがあの芸人としての血が騒いだんでしょうね、うん、僕らの前に来てボケたんですよ、うん、ボケるんだけど誰も突っ込めないわけですよ、そうか、突っ込み教わってないから、うん、でも振るボケる突っ込まないと笑いが起きない、うん、でたまたま僕の前で欽ちゃんがボケたんで、ボケた、うん、わかんないですけど、うん、思いっきり欽ちゃんの頭をバイトーって叩いたから、わか動画ね、だって僕の声でいたから誰も怖いな、そうしたらお客さんがうわーって笑ったんですよ、ああよかったと思ったら、うん、笑い声が止まんないんですね、なんだと思ったら、うん、後ろから欽ちゃん思いっきり叩かれてるから、うん、ちょっとよろけて歩いてたんですそれを見てお客さんたちがずっと笑ってるんですよ、うん、笑いが続いてる、欽、うん、ちゃんはボケ続けてる、じゃあ突っ込まなきゃと思って、うん、また走っていって欽ちゃんがバカーって返したんですよ、またドーンって笑い出したんですよ、やったーと思ってさあっつったらまだ笑い声が止まんないですよ、うん、なんだと思ったら欽ちゃん後ろから思いっきりニヤズ突っ込まれてるから、うん、多分軽い脳震盪起こしたんでしょうねちょっとね今度はこう回り出したんですよでもお客さんの笑いが笑ってるから、ね、止まんないですよ、はい、で欽ちゃんはずっと回り続けてるんで、うん、もしかしたら次の突っ込みでビッグウェーブ起きるかもしれない、起きるかもしれないスター回ってる欽ちゃん引っ張って、うん、今度は両手ですよ、両手でバカーンって突っ込んだらスタッフが舞台を閉めたんですよまあ、小籔、はい、僕吉本新喜劇というところにいてましてですね、全国ツアーというのがあるんですけども、うん、まあ、いろんなところ行くんですけどね、全国ツアーというのは大体、まあ、2泊ぐらいずつしていくんですけど、そうなるとこう楽屋で
あのみんなたくさんおるんですけど、晩ご飯を食べに行くメンバーっていうのはいつもこう決まってしまうんですよね。で僕入りたての時に吉田博さんと、まあ、中条さんという方と、あと井上達夫さんっていう、まあ、達爺というね、もう大ベテラン60歳ぐらいのおじいちゃん役の人ですよ。で柳浩二さんという、まあ、チャースチャースでおなじみの方と5人でいつもご飯を食べに行くんですよ。で若者チームとおじいさんチームでえら若手という縮図でいつもご飯食べるんですけども、おじいさんたちはまあ60ぐらいですから、1軒目でもうご飯食べたら帰りはるんですね。で若者3人であのいつも飲みに連れていただくということになってた時に、3人で飲んでる時に、まあこんだけ全国ツアー回ってていつもこのメンバーちょっと辛いなと、なるほど、何回かこう女の子と飲みたいな、そういう店行くのもええねんけど、なんか知り合えたらな2泊もするしってのことを常々おっしゃってたんで、チラチラと、まあ一番スタッパーとしては何とかしたいけど、でも全然もうそんな女の子なんか知らないしどうしようと思った時に、あの長崎の1泊目の時に僕がタバコを買いに行った時に女の子にあって言われたんですよ。あどうもあれなんで知ってんのみたいなこと言いながら、ほんであの長崎の子1人やったんですけども、あの一緒に飲みませんかみたいなことを言ってきたんですね。でいや僕らも明日ちょっと早いからもう帰んねんけど、もしかよかったら明日俺らおるから3人連れてきてくれたら、こっちも3人おるし明日一緒に飲みませんかみたいなことになったんですよね。ほんで向こうもあいいですよみたいな電話番号教えてもらったと、よかったのでそのまま帰って、兄さん方むっちゃべっぴんの姉ちゃんの電話番号手に入れましたよ、明日はもう三々のコンパができます、よかったナイスナイスお前はよくやったみたいなこと言われたんですね。で次の日、まあ、楽屋取ったら昨日小籔が綺麗な姉ちゃんの電話番号聞いてきたんやと他の人らに言うわけです、他のグループにこうアピールするわけですね、あらダンスとか言ってて、でまあその晩行こう帰るなということで、でまあ最初ご飯食べに行くんですよ。だからご飯があるから、まあ大体10時半ぐらいに待ち合わせということでしてたんですけど、まあご飯食べてるじゃないですか。ほんだらおじいさんチームは一軒目で帰るはずやのに全然帰らないんですよ。でなんか一軒目からなんか白子いな思ってたんですよ、じじい2人。なんか僕らはもうその時に女の子の話も大してしてないんですけども、なんかうーんみたいな、こうさっさと食べて帰るはずが結構沈黙長かったりしてて、うん思ってたんですけど、その時気づかず、でまあごちそうさまでした、じゃあ2軒目行こうか言ったら、しれっとあの2人はお疲れさんとかで帰ってくるのに、帰っていくのに僕ら3人の方にしれっとついてくるんですよ。興味ってね、はい、まだ向こうには3人って言ってるし、ちょっとおじいちゃん引き連れていくのやっぱり嫌だと、おじいちゃんおじいちゃん言うな、まあまあ大ベテランさんですけども、やっぱり喋ってるとなんか片岡千恵蔵の話とかしてくるじゃないですか。まあちょっとジェネレーションギャップがね、なんかどうしても尊敬もしてます、それは面白い先輩、すごいミスター新喜劇ですけども、やっぱり一軒目ご飯食べててもなんかおもんないなって思ってます。多いじゃん、おじいちゃんちはちょっと話が長かったりとかするし、ちょっとコンパ向きじゃないのについてきてるなと、ほんでヒロさんにちょっとあの井上さんちょっとついてきてるから言ってくださいよ、いやちょっと3人ですやんって言ったら、いや俺もそんな余裕はんわ、達人も大先輩やし、いやどうせ多分店の前まで来たらしれっと2人行くやろ帰るやろ言うて、居酒屋ガラガラって入ったら達人とかも、ああええ店やなみたいな感じで、今まで1回も2軒目ついてきたことないのに白子い顔してブワー行くんですよ。60過ぎたおっさんの白子い顔、また腹立つんですよ。先輩やぞ。いやいや、まあ、でもね、心の中では、でもそんな言えないです、あどうぞってなって、で座敷、何名ですか言われて、ほんま6名って言ってたんですけど、まあ、8名ですみたいな。ほんで座敷にこう先輩ら座って、ほんで僕電話して、あ近くにおる、なんだ迎えに行くわ、でもなとか思いながらでも迎えに行った。ほんだら他の2人もめっちゃ可愛い、そんな、そんな3人揃うことなんてまあありえないのに、うわめっちゃ可愛いけどジジイおるか思いながら、でそう言わんと引き連れて行ったんですよ女の子。ほんだらこう入っていったら、ヒロさん、中条さん、井上さん、柳さんという順番でこう座敷のドアがこう見えていくんですよ。で僕が先頭で、あこっちこっち、女の子どんな顔するのかなったら、女の子も、あどうもってなったんですよ。なるわいと。あれで隣の客にしたらちょっと近すぎるし、はい、コンパやろうぜみたいな言うてる、なんかジジイ紛れてるみたいな、えっていう顔して、まあこれしゃあないなと。でまあ、女の子、皆さんあの先輩で新劇の人なんです、あどうですかどうもとか言いながら、まあ、で僕はやっぱ一番下ですし盛り上げなあかんということで、お酒飲もうみたいな、じゃあどんなお酒飲もうとか言ったら井上さんがですね、あかん若い子はお酒なんか飲んだらあかん、若い女の子はジュースかお茶にせえみたいなこと言うんですよ。普段そんなに強く言えへんのに女の子前がちょっと生きってるんですよ。ええ格好してなんか酒あって、え居酒屋来てあかんって、まあまあええわ思って、
まあ、ちょっとエッチな話もしようかなと、今までどんな彼氏と付き合ってたんですかで聞こうと思ったら、だんだん知らんもんですね、わしらの時代は15円あった腹いっぱい飯食えたみたいな話になって15円あったらな腹いっぱい食えたわみたいな話がまた長いことするんですよ。まあ、なんか茶々も入れたいんですけど、入れようもないようなのか。あと柳さんと井上さんでめっちゃ盛り上がるんですけど、女の子もああああってなってるんですよ。うわどうしようと、このもう状況を打破しなきゃならない、はい、よした、王様ゲーム的なことどうでしょうか、ジャイケンをして勝った人の言うことを聞きましょうみたいな、わしジャイケン嫌いやねんと、お前何しに来てよ井上さんがジャイケン嫌いや言うて、ジャイケンは嫌いやねんジャイケン嫌いなやつ俺見たことないわジャイケン嫌いって何やねんそれはカッコつけてんのか白っぽいのか何やねんお前まだ必死に来てんの大ベテランですよ普段はね、普段ならあなたってあんな井上さんも仏の井上と言われるぐらい優しくて、本当に演技も素晴らしい、ここは面倒にもいい人にシャレならんぐらいムカついてしまったという話あんなものないですよ出店ですけど普段まだまだ続く名作 MVP 傑作戦、そして衝撃の緊急発表が、いやー滑らんな小籔、僕の妹がですね、何年か前に結婚したんですけども、名古屋の松川屋老舗という、まあ、おまんじゅう屋さん、大きいとこなんですよ百貨店とかにも入ってるすごい大金持ちのところに嫁ぐことになったんですよね、で、あやりよったなと思ったんですけど、まあ、うちとしてはちょっと大騒ぎじゃないですか、僕その時漫才師だったんですけども、全然売れない漫才師、名古屋には名前とどろいていない、髪の毛マフみたいな金髪にしていると、ちょっとこう妹にこう恥かかすなと、向こうの旦那は言えばもう伝統芸能のなんか、クラブに入っててみたいなことになってるし、もう全然ちょっと家柄が違うんですよ、うわこれかなんなと思った時に、あんた式出る時は略礼服着いやいて、おかんに言われたんですよ、略礼服って何やねん言ったら、普通にスーツで行くんやろ若者は、ちゃうねん、ここがちょっと太いやつあるじゃないですか、おじさまが結婚式と着てるこうビロビロの、はいはいはい、そんな感じのこの襟のところのやつがあると、そんなんでいかなあかんの、それを略礼服と言って、でそういうのはもういかなあかんね、そういうの失礼になるって言うたから、僕それちょっと嫌やな思ったんですけど、まあ妹に恥かかしてはいけないということで、ほんじゃまあ分かった行くわ、で親に金もろって、ほんで買いに行こうかな思ってバーって行ったらですね、百貨店とかってちょっと高いんですよね、まあ、ちょっとお前どうせ多分この時しか着いひんから安いの買おう思ってバーって行ったら、もうここの紳士服どうやって生計立ててんのやろっていうぐらいのこう静かな紳士服屋さんあるじゃないですか、大阪の下町ですから、まあ、そこに見たら略礼服19,800円って書いてあるんですよ、あちょうどええかなこれ行こうってすいませんって言ったら、あれ野良さん兄ちゃん略礼服欲しいんですけど、あ珍しいな略礼服いうのはな、どんなところでも行ける観光総裁全部行けるで、最近若いやつ聞いひんけどな、お前そんな何でそれいるねん、いや妹がこうこうこうでこういうことで、あそうかそれはもうな恥かかしたらあかんな、にお兄さんとして立派や、よっしゃ俺が見たろうでバーってやって、でこれでどうですか、あほんならな、日曜日やろ結婚式は、その時金曜日やったんですけども、ほんまやったら明日もっかい取りに来てもらわなあかんけど、妹さんのためや、お前1時間どうかで飯食うてこい、俺がちゃっちゃってやってやな、裾バーってやっとったるかな、なめでたいから俺やっとったる、あれなんす飯食いに行けって言って、僕も食べてたからちょっとお腹いっぱいやったんですけども、まあまあね、そこは食べてきますとは言うて、でまあ本屋で立ち読みして、ちょうど1時間ぐらい経ったかな、帰ってきた、お食うてきたか、はい、まあ嘘つきながらよっしゃこれできたぞ、妹さんによろしくな、立派な結婚式あげたるよ、わけわからんこと言われて、あ、わかりました、ほんで僕はまあ帰ってきたんですよね、ほんでこうできたか、うん、言って、ほんでまあ親とか先行くじゃないですか、で僕は近鉄電車というのに乗って一人だけ遅れてこうパーって行ったんですね、ほんだら小籔家控え室みたいなとか、あここで着替えるの、いや着替えるのはな5階のところにちっちゃいところあるからそこで着替えといて、もう大安の祝日ですからもう大きいホテルに人ぐわおるんですよ、あ分かったわっつって、でまあ着替えに行くと、ほんだら5畳ぐらいの狭い部屋に、そんなんあるって知らんかったんですけども、細長いこう鏡が姿見がこう3つこうあるんですよね、僕入ったらおじさまたちがこう着替えてるわけですよ、はいはいはい、あこういうとこ着替えにはへえと、でこっちにおじさま、こっちにおじさま、1個空いてるから僕着替えよう思ってバーって全部脱いで、シャツ着たネクタイ着た、かかってる順番で普通ズボンやのになんかさっき上着たんですよ、ほんで上着たなんかパンチで変やなと思いながら、次ズボンパッて履いたら半ズボンやったんですよここで消えてたんですよ、ここで、でそれが半ズボン用にシュッてなってるんじゃないから、うん、こういうので切ってるからもうふわ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 してる
まあ、一瞬わからんくってパッと入った時にあれって、もう目の前銀色やったんですよ銀色ってよ。でパッて見たら、うん、長ズボン、うん、長ズボン、うん、半ズボン、いやあかんがなってうわどうしようって完全に半ズボンで裏クリってなってグワ抜いたんですよ丁寧にそれ何やねんそれ。どういうことやねんと考えてるんですけど、もう式始まるからそんなん言うてられへんと、ゲームやもどうでもええと、おっさんの腹立つかとかも思い出しましたけど、今はおっさんとりあえず置いとこう思って、この半ズボンどないしたらええねん、半ズボンで出ようか、いやそれはあかんとか、あもうおかんやおかんしかないって電話して、もうおっさんとかもこうあってなってるんですよ。でもそのはずいとかもそんな関係ない、おかんあのな略礼よく半ズボンやねんおかん何言ってんの長ズボンやから、いや違う違う、その長ズボンが半ズボンやねん、何をわけわからん、あんたもうとりあえずおいで言って、わかった言って、ほんでもうその来たままブワーって行ったんですね。ほんでエレベーターこう待ってたら、もう子供たちが来てクスクスクス笑ってるんですよ、またカメカメそんなもん関係あるへんすよお前関係あるなんやお前ちょっと子供に面識ったりとかしてたらエレベーターブワー降りてったら、もう100人か200人ぐらいこう大きいロビーに人おるんですよ、何階上もあるから、そこを抜けないと小籔家控室行けないんですよね。エレベーターの隙間からこの人見ながら、うわここ行くんかちょっと恥ずいな思ったんですけど、もう時間もだんだん迫ってると、ほんでもうサササササって泥棒みたいな感じでスススササってこう早く行ったんですよね。そしたら「うわ半ズボンや半ズボンや」ってドバーンって言ってるんですよ。暑いなって、それったらもうまたでかいから目立つぞ、相手方の親戚に見られたかなと思って、うわ見られたないなと思って、小籔家控え室なんとかやってバッて開けたら、もうおっさんとか親戚のおっさんドカーン笑うて半ズボンでこれかいやちょっと待ってくれと、いやおもろいのは分かると、意味分からんの分かるけど、もう笑うんちょっとやめてよって、みんなもう「お前なんか和豊が半ズボン履いとったのがそういう風に見えてくるわ」言うて、もうお年玉くれたおっさんとかもだんだん腹立ってくるそう、今までの思い出は関係ない、何笑ってんだお前みたいな親戚に満金で面識来た時あの時しかないですよほんならおかんが向こうからファー来て、あんたそんなんだから言うたやろ一回来とけ言うて、いやその今言うてもしゃあないやんけそんなもんもう半ズボンやろ、いや半ズボンおかしいやんけって俺に言うてもしゃあないやんけとかでわーっておかんと揉めてたら、その親戚の中での一番長老的なおじさんが「貸し衣装があるかな」って言ったんですよ渋っ、ね、ほんだら俺とおかんが「いやだからそんなん!」なって一瞬にしてこうお花畑の世界になってまとまったやんビッシャよかったそうやわなるほど、貸し衣装やわ言うていこうかな思ったらまた半ズボンのままさっきのロビーで通らなかった戻らなかった、うわどうしよう、まあしゃあないコソコソコソって言ったらほ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 らってドカーンなってましたよ一回通ってて半ズボンおったで、嘘つけそんなもん、半ズボンなんかおるわけないや、おんねんでほら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 って言って笑い倍になってるんですよほんで貸し衣装のところ行って、まあ、借りて事なきはいたんですけども上と下がちょっと違う微妙な黒の違いでお写真を撮ったという何度も間に合いましたですけども、何でやろ、あとから電話したんですよ、すいませんって、半ズボンやったんですけど何て言うんかなと思ったんですけど、木の絵おっちゃんだ、あそうですかすいませんってタメ口だったのもうすごい敬語で申し訳ない、すいません半ズボンですかすいません申し訳ございません、もう全部上も持ってきていただいたらさらに買えますんですいません、いやいやあのほんまに式終わったんでね、いやいや本当にあのもうすいませんでした申し訳ございません、でもどうしてこんなこと起こったんですかね、知らんがなそんなことなんでお前が俺こっちに疑問なんだなんででしょうねって言いましたけど僕おーっと、あれだじゃあ、僕はあのちょっとものすごい悪い子供を見た時の話なんですけど、僕はあの大型の電気屋さん行くのものすごい好きで、なんか電気屋さん入ったら 1.5 倍テンション上がってまうみたいな、うわーなっててうろうろするの好きなんですけど、わーって後輩だろいとったら、後ろの方でおっさんの声で「やめなさい!タックンやめなさい!」っていう声が聞こえてるんですよ、何回なのでパッて見たらおっさんがあのダイエットに効く乗馬マシーンとかでどんどん揺れながら「タックンやめなさい!」って言ってるんですよ、はいはい、多分タックンという子供が乗った瞬間にマックスにして逃げたと思うんですよ、ね、でタックンやめなさいって言って、はい、で自分で止めないんですけどやっぱ揺れに弱い人なんですよやめなさいタックンってお前なってるんですよ、でタックンらしき者は誰もいないんですよ、で店員さんが来て「あ大丈夫ですか?」って止めて「ああ」言うてそのお父さんが走っていったらタックンはマッサージチェアでガー寝てるんですよ、タックンものすごい悪いなと、普通は自分のやったら見るやんみたいな、ほんでまあまああんな子供ものすごい悪い言うてうわーってまた歩いとって10分ぐらい経ってからまたさっきのおっさんの声で「タック
ックン返しなさい、タックン返しなさいって何かやな思って、何でしょう、パッて見たらおっさん立っとるんですよ、うん、ほんでタックンもここにおるんですけど、うん、さっきよりねおっさんの方が盛り上がってんすよ、何、うんね、かな思ったらここに低周波治療器コーナーって言われてるんですけど、多分つけてタックンにリモコン取り上げられて桃のマックスにされてると思うんですけど、タックンやめなさい返しなさい、5秒になっちゃう、タックン返しなさい、タックンなんかフリーダーみたいにタックンに寄ってるんだ、タックンタックン、マイケル・ジャクソン、マイケル・ジャクソン並みに悪いな、タックン、これはあかん、タックン悪いですね、あんなあかんで、あれはあかん、怒ったったやん、タックンは、あかん。続いては吉本新喜劇最年少座長が衝撃の2連覇を果たした大傑作。あ、はい、去年の末ぐらいに子供が生まれまして、で一人目なんですけども、ちょっとあの親父コンプレックスっていうんですかね、うん、他のお父さんが立派に見えて僕なんかもう全然あかんなっていうような気持ちになるんですよ、はい、でこれはたまに親父らしいとこもバンと見せとかなあかん、嫁とかにと思って、うん、である日嫁があのお茶を台所に入れに行ったんですけど、電気つけたらええものをつけんとやってたんですよね、ほんならなんかガンと当たってグラスがパリンってこう割れた音がして、ここや思って、でそのままやって言って動くな、はい、今から俺がそこ行って、あのもう電気つけて掃除機でやろう言うて、はい、ほんで待っとけ言うて一本目バリって踏んだんですよ、あらー言うてこけて柱にドインと頭打った瞬間に上げたことない悲鳴がダーって言うて、ほんでもう戦闘能力がゼロになって、おーおー言ってたら嫁がどないしたん言うから踏んだ踏んだ言ってたら、嫁が待っとけ言うてタン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 来て電気パンつけて足の裏バーン見たらおかきやったんですびっくりするよ、絶対グラスや思うもんな、そんな痛かったんです、泣きそうなぐらい痛かったのに、ノリみたいなブワーついてあれはびっくりしました、はい、はい、車屋のおっさんの話なんですけど、もう考えられない車屋のおっさんなんですよ、見に行ってなかなか欲しい色がなかったんですよ、黄色が欲しかったんですけど、もう紺か赤しかないからもうしょうがないから、うん、もう紺でいいかと思って買いに行ったらたまたま黄色があったから、これどうしたんですか、ネットで調べてもそれまで出てなかったんで、いや昨日入りましたと、うわほんなもうこれ絶対運命やわ言って、もうすぐ申し込み金払って、で担当菊池ですと、今後ともよろしくお願いしますと、32、3ぐらいですかね、結婚指輪はめた、まあちょっとシュッとした外車のディーラーの子ですから、爽やかな感じの、まあようやってくれそうな子なんですよ、でまあこう申し込みして、であとまあ書類やなんやかんやかして、でその途中で手違いがものすごいんですよ、その最初、まあ、木口さんはだん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 もう腹立ってくるような、例えばそのナンバープレートをこれにしてくれ言うたらもう全然違う数字で車検証上がってきたりとか、お金振り込んだのにいつですかっていう電話かかってきたりとか、何考えとんねんっていうことがものすごい続いて、なんやかんやあるんですけど、やっとまあまあ納車の日、もうせっかくのその求めてた色もあったから、もうできるだけ怒らんとこうということで、まあ、納車今日終わったらもう何もないわと思ったら1時に来る言うても12時40分ぐらいから表でこうゴルフのスイングしたりとかして、あれもう楽しみやからね、楽しみで、その菊池ともう一人若いやつとで2台で行きますと、でそこの交番のとこ鋭角に曲がって最初のカーブミラーを右曲がりまんねんで言うてるんですけど、最初かかってきた時そこまず通り過ぎてるんですよ、いやだからそこも一方通行やからバックできへんから、もう一回もう山手通り回っていかなあかん、もうまあしばらくまた家ちょっとだけ入ってなんか水飲んで、でまた出て待ってたんですよ、坂の上の方のその最初言うたカーブミラーのとこをこっちに降りてこなあかんんですよ、もう 200m ぐらい向こうなんですよ、また生きよるんですよ、また一周やってまた電話して今のとこ見てましたと、今のとこや、もう黄色いのがそんな形で車見たないしね言って、はい、なんでここ来るはずのやつが何回も見といてん
でまた2回目でやっと来て、でも乗ってた方がもう一人新入社員の方やったみたいなんですよ。で木口は、うん、その会社の乗って2人で乗って帰る紺の別の方を家の前に止めて、でこのガレージに止めてくださいと、でこうバックでこう入れよう、バックもそれが下手で、もうそんな狭い駐車場ちゃうんですよ、こう斜めに入って前へ出て今度ちょっとこっちなってまた戻して、うん、もう次やりますわって言おう思った時にやっとスーッと入ったか思ったら家の前に洗濯機置いてたんですよ。最後の最後にそこにゴッチーン当たりよってます。うわ、もうそれでもうブチーン来て今までのこともあるからもう降りろお前木口来いナンバーは間違う、振り込みはまだかい、電話ある、カーブミラー何回も行き過ぎる全部言うたか、最後の最後に洗濯機に当てるってどういうことやお前、考えられんぞ、申し訳ございません、いやもう許せん、この件はもう絶対水に流すわけにいかん、お前今から会社帰って上司と連名で直筆で木口と上司の名前なんか知らないけど、なんとか部長かなんかの名前書いて反抗して詫び状をすぐ持ってこい、まだ家におるから行け、わかりましたって行きよったんですけど、10分ぐらいしたらピンポーン来るんですよ。そんな早いこと戻ってこれるはずないんですよね。その若いやつは返して菊池だけがドアの前に立っとるんですよ。なんやねんこの度の数々の不祥事、木村沢山にはもうお詫びのしようがございません、うん、私いろいろあれから本社に戻りまして、うん、言われた通り書類を作成しようかとも考えましたが、うん、ここは責任を取らせていただくべく、うん、会社を辞める決意をいたしました、うん、じゃ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 お世話になる、そんなじゃじゃじゃ困るな、待てよ、困るな、それもありますねそれ、そんなにね、待てとお前が辞めようと思ってたかもしれんやんお前なるほど、それは知らん、なんかこれをきっかけにお前都合のようにお前、うん、国会議員みたいにお前クビでお前責任取るとかお前簡単なこと手段を取るなお前ははん、分かった菊池、上司に言うのが嫌ってんな、はいそうか、情けないぞ菊池だって辞めさせたらないからもうそこで、いや、お前分かる、上司とお前じゃあ普段からそういう責任を取ってもらえるような間柄を築いてなかったんやなと、それはでもお前に責任があるぞ、どないやねん、しかもどないやねん、菊池お前の上司もそれは情けない、俺がお前の上司ならお前のミス一緒に謝りに行ったるぞと、そういう間柄を気づかれへんかった上司にもお前にも問題がある、分かった、もう上司の直筆のサインはいらん、お前だけのもんでいいから持ってこい、そして辞めるというのはもう聞かへんかったことにする関係ないんじゃん、関係ない、違う、何だこの話、何だこの話やねん、何カッコつけてんの、このヒューマンドラマ腹立つやんか、やめさせよ、元々は車の客やったんでしょ、家族もおんにゃろとお前男なら木村さん怒らせてしもったと、もう俺の商売分かってるよ、これもテレビで言う、それはもう覚悟せ、実名も出す、それはええな、はい了承済みや、実際に了承済みやで、お前がもし男として仕事のけじめ取りたいなら俺がその車をもうええわもう乗り換えるわっていう日まで勤め上げてそれからやめるならやめて、なんでそこまで玄関で長いこと喋るの長いですよ、不動産屋にお前が再就職するならば名刺の一つも持ってきたら、あ俺が将来家買うときはじゃあ菊池から孝太郎かいと、どんな中そう思われるような人間になれ、なるほどなるほど、なんですか、で菊池玄関先で涙ブルブルなんやこれ流しちゃった、こんなにミスした私にそんな言葉をかけてくださるなんて、え涙です、ありがたい言うて、もう分かった行け言うて、これからは男の付き合いや言って渋い、また30分後来てピンポンして、これあの木村様の恩情に感謝しまして、詐称ですがこちらを納めください言って、
うちの会社の車はフランス製ですのでフランス産のワインでございます。酒持ってきてどうすんねん。車にまとわれて中に飲んねん。そういうとこやぞ。なんでそうなったかは僕も分からないです。なんでそんな説教を。あ、疲れた。もう今度はキム出ても喋らせへんから。続いては史上初の2連続 MVP の偉業を成し遂げたあの男の滑らない話。あのですね、我々その吉本興業ね、はい、まあ、いろんな芸人さんいますけども、僕はね過去こんなにそのピュアな芸人を見たことがないというかね、サバンナの八木君っていう子がいるんですけど、本当にもうピュアで、まあ、あのいろいろ天然とかいう芸人さんいますけども、僕はもう自然やと。山とか川風ヤギ自然界のもの。自然なんですよ。ピュアすぎるんですよ。まあ京都の田舎で育って、ほんで18歳で初めて大阪に出てきて、ほんで芸人になった時に僕とですね、あの剣道小林と、ほんでその18区の八木君と3人で大阪の南という町をこう歩いてたんですよ。ほんなら八木君、その路上で生活しておられる方を生まれ初めて見たんですよ。でまあいろんなとこ寝てはるじゃないですか、はいはいはい、あーってなって、ピュアやからね、このえ何してはるんですかって僕と小林に聞くんで、俺と小林がここはちょっと一丁ということで、いや死んではんねんと、ってなって、はい、そんなことも忘れてたんですよ、はい、ほんで当時ありました劇場2丁目劇場の楽屋で俺と小林がこう喋ってたら、ドーン入ってきて、ヤギが嘘つかないでくださいよー言って、何のことか分からへんから、ええー、言ったら、その発言を信じて、僕ずっとあれ以来そういう人見かけたら拝んでたんですよ。ほんで何拝んだねーって言って、それは怒られるわね。怒られると縁起でもないと。そりゃそうですよ。こんなねピュアなヤギ君が、ボンボンやねんな、言ってた。そうなんですよ、ボンボンなんですよ。すごいらしい。でもいい子いい子って育てられたんで、そういうすごい、まあ、ピュアで、ちょっと前ですけど夕方にね、あの金八先生の再放送やってたんですよ。それをみんなこう芸人で見てたんですよ、ね、ほんなんもなんか知らんけど、もうヤギがうーん言うてるんですよ。鼻息がもう尋常じゃない荒さなんですよ。ほんでそのドラマでやってた内容が、その金八先生のあの息子さんが白血病かなんかで、輸血せなあかんと、でもその息子さんの血液型が RH マイナスで、あ、ね、はい、血がないと言うてるシーンやったんですよ。ほんで焼きが言い出して、僕ね RH マイナスなんですよ。やばいぞやばいぞ思ったら、まだ間に合いますかね。ほい芸人全員が、ヤギなるよ、何言ってんの って言うたら、ヤギが、あそうか、せやせや再放送やー言って、ドラマやドラマや。続いてはゴールデン進出後最初の MVP 作品、最高傑作の呼び声高いあの話。ちなみにゴールデンでは MVS と申します。これはいいですよ。おい、あら田村、はい、この続き、その後、まあ、その後あの友達の家とか泊めてもらったんですけど、友達のお母さんが、まあ、お兄ちゃんとお姉ちゃん連絡ついたんで、兄弟3人一緒に住めということで家を借りてくれたんですよ。よかったよ。で、あ、まあ、よかったよかった、3人住んでたんですけど、まあ、お金が当然なくて、高校生の時なんですけど、晩ご飯に白ご飯1膳だけあると、その1膳は食べてもいい、ね、はい、それ以外は食べたらあかんみたいな状況やって、はいはい、だからこのご飯1膳でお腹を膨らさなあかんと、うん、極限まで、うん、どうしようかって3人相談して、うん、噛み続けようっていうことになったんです、うん、米をひたすらに、うん、でまあ噛んでたんですよ、うん、ほんだら、まあ、お米ってだんだん甘みがするんですよね、うん、噛み続けたので、まあ、やっぱなくなっていくんです、うん、残念なことに、うん、なくなっていくんですけど、うん、そのまま噛み続けたら、うん、もう一瞬ふわってする瞬間、うん、知るか、上がるんですよ。上がった、はい、でこれをすごい発見やで、田村家では味の向こう側って呼んでる。
じゃあまあおかんの話なんですけども、うちのおかんなんかちょっとおかしいというか、うん、あの例えば僕のしてた仕送りで50過ぎて、うん、目を二重にプチ整形したりとか、うん、すごいですよね。すごいその年でね、それぐらいなんかちょっと取り留めもない親なんですけども、まあ、僕が高校生の時、初めてその彼女を家に連れてったんですよ、うん、ほなおかんちょっとピリピリしてるんですよ、なんやと、うん、どこの女やと、うん、いうことで、うん、おかんのちょっと座りピザトースト焼いたから、うん、しゃれてる、ちょっと笑顔したんや、ちょっとかっこいい、そんな普段出ないですよ、ないない、食べ、ほんでこう食べてたんですよ、ほな彼女に、お父さんは何してるの、お父さんはあの普通の会社員ですけど、あの喋ってんと早く食べとか言うんですよ、うわ怖いね、ちょっとピリピリしてるわ、ほんでそのままもうちょっと部屋行くわ、うん、ほんで部屋に僕彼女連れて入った、うん、ほなおかんが、うん、ちょっと待ち、うん、通し閉めたらあかんで、いらんことするんちゃうんかい、なるほど、戸開けとき、はい、うん、もう分かった分かったあと開けといたんです、うん、ほなおかんがちょっと買い物行ってくるから、うん、絶対戸開けときや買い物行くすごいね、めちゃめちゃ言うてくるんですよ、ほんでバーンと行ったんですよ、でもまあ行ったから、はい、行ったからここはちょっともう戸を閉めて、そうですね、ちょっと僕も、はい、まあね、ちょっとこそこそしたいわけです、高ぶるもあります、ほんで戸を閉めるわけですけど、だからおかんに言われてる分ちょっとこう引け目があってちょっとだけ開けといた、開けとか言うてたし、完全には閉めれなかったんですよ、やっぱ僕も無理で、ほんでちょっと彼女と喋ってたら、ちょっとええ雰囲気になってきたんで、彼女にガバッと追いかぶさって、うん、さあキスするでっていう時に視線を感じたんですよ、うん、と思って、うん、パッと隙間見たら、うん、おかんが覗いてるわけですよ、ほんで普通覗く時ってね、うん、こう覗くじゃないですか、うん、そうそうや、目だけこう覗いてるんですよ両目でしっかり見たかったしっかり見たいわけ両方で見僕ももう腹立って「おかん何してんねん!」って言ったらおかん顔をパッと下げたんですけど、つけてた眼鏡だけここに残ってた。ちょっと立ってからパッと取りました。そしたら、はい、僕はあのマンションに住んでるんですけど、うん、あれって皆さんあのゴミとか生ゴミとか絶対前の晩に出しますよね、うん、その日決まってても本来あかんかっても、うん、まあね、マンションなんで、はい、ほんでいつもの通りね、うん、こうマンション降りて、うん、階段降りて生ゴミ捨てに行こうとしたら、うん、おばさんがね、はい、あの散らかした散らかってる生ゴミを素手でこうやって集めてるんですよ、うん、はい、ほんでもうチッ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 ながらやってるんですよ、でそこにこう捨てようとこう行ったら、こら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 って言われまして、はい、もうあんたらやな言うて、前の晩にな、もう決まりやから前の晩に出したらあかんねん、私いつもなこれあの誰に頼まれたわけでもないのにこうやって掃除してんねん、あんたらがそんなやるから私こんな仕事増えるやんかみたいなこと言われて、いやそれすみませんって鬱陶しい感じして、で一応部屋に戻ったんすよ、ほんでね、あのベランダから下見えるんすよ、木が変わったから12畳超えたからもう今日や思って、うん、まあ、見ておばさんもおれんから捨てに行ったんですよ、うん、ほんなら、うん、こらこらこらって聞こえるんですよパッと見たらおばさんがこうベランダからこうやって見てるんですよほんでもうそっからもう顔見られてるからこう動けないまま、うん、ほんなら階段降りてきて、うん、またあんたかみたいな感じになって、うん、いやもうおばさんあれですやんか言ってあの日変わったからもう今日ですやんか、いやそれでも夜にこうやって捨てたら、うん、あの猫が出るからこうやってまた散らかるやんって、散らかってのまた素手でねこんなんやって捨ててるのまた、うん、私また仕事増えるやんみたいな感じ言われて、うん、もうあのほんないつなんすか言って、いつなった朝なんですか言ったら、うん、そんなもんあのカラスが鳴いたらでしょって言うんですよカラスっていうのはなんか夜飛べへんって言うんですよ、朝カラスがないともう朝と認めるよ言ったから、もう腹立ったから「カー」って言うたったんですよ、もう目の前で「カーカー」言うたったんですよ、ほんならほんまにドラマみたいに「どっから来たんだろうねこの悪いカラスは」って言うて僕のここを詰めたんですよ、きつーきつい絡みやな真っ赤になって、ほんで僕の
生ゴミを取って袋取ってそこに捨ててくれたんすよ。ほんでもうなんか行きなみたいな感じで言われて、何やろこの話。いや帰ったんすよ。もうなんかどうしていいかわからんで落ち着けへんから、もうほんで風呂入ろう思って風呂のこう鏡台があるんですね。風呂脱ぐ時に服を脱ぐ時に鏡台にあるんですよ。でパッて見たらあれって思ってこう触ったらなんか腐った生肉がついてた。うわいじった。めっちゃ臭い生肉がべったり。うたって気持ち悪い。うたって気持ち悪いです。はい、させていただきます。これは10年ぐらい前に、うん、あの僕天然素材 やった頃の話なんですけど、最終の新幹線で帰る時に、うん、あのバッファローゴロの木村さんが、はいはいはい、ちょっと今日ものすごいちょっとたまらんのよって言って、でそんなことめったに言わないんですよ。でたまらんのよ、ムンムンしてる。だからもう大輔ちょっと女の子ちょっと誰か知り合いおらへんかなみたいな。で知り合い、あで、まあ、今晩みたいなことしましょうか言うて、あ、はいはい、まあ、ついてもうあの居酒屋行って用意したんですよ。ほんで行ったんですよ。ほんでこう3、3ぐらいでもう一人あのヘビイチゴの高橋いうやつと木村君と僕3人で、女の子3人で、はい、ほんで飲んでて酔っ払ってきて、うん、どれが好きみたいな言って、うん、ほんなら、2人僕やったんですよ。で1人女の子が高橋みたいになって木村さん持ってへんかったんですよ。ほんならまあそんなもんやんな言いながら、うん、でもうええわ言ってでなんか酔っ払って女の子のこう、ここのここにちょんまげ言うてやりだしたんですよ。でちょんまげってやってでちょんまげってやってここに笑いながら座らはったんですよ。ほんなら女の子が「いや何これ!」って言うてパッて見たらこっからこうここ糸引いてた。僕が小学校高学年の時ぐらいに、うん、学習塾ブームが起こったんですよ世間的に、うん、あなんかそみんな学習塾入れてその将来のためにみたいなブームがすごい起こって、やっぱ、そのブームに当てられたのがうちのおかんも、うん、あと塾行きみたいな言い出したんですよね、うん、ちょっとうちの親父がそれで聞いてめったに怒ることないんですけど急に怒り出して、うん、名前いかんでみたいな言って、うん、あんまりその教育方針とか僕親父には言われたことなかったのにその塾なんか行くなみたいになって、でおかんとえら喧嘩してて、ある日親父がそのバイクに乗れって言って、うん、後ろ乗ってこう山の方にね、うん、ピューって行ったんですよ、うん、でまあ悪かったなそのお母さんと喧嘩してしまって、お前には見せたあかん姿やけど、まあ確かにその勉強でのし上がっていってそうしっかりした人になるっていうのは大事なことかもしれんけど、俺は、うん、人間の一番の財産は友やと思う、うん、その友達をもっと作るような環境にお前置きたい、うん、だからその公立の中学とかに行ってほしいし、うん、で、親父そんなこと考えててんやって、うん、でまあそのなんかいい感じのこと言いたかったんでしょうね、その、うん、ちょっと川に行こうって川行って、うん、まあ、石投げたりしながら喋ってた時に、うん、こう亀がおったんですよ、うん、結構大きめの亀が、うん、で例えば友達がいなかったら、うん、本当に寂しい人生になる、うん、この亀見てみろってガッと亀捕まえて、うん、カン裏返して、うん、この亀も一人ぼっちやったら、うん、このまま死んでしまうって言ったら、うん、野生すぎて首伸ばしてグーッとブリッジでこう立ってやっぱ野生はすごいなってことはまだありますよね。じゃあ次いかに、はい、うちの家ものすごい貧乏なんですよ、すごい、うん、ほんで貧乏やねんけど、ね、やっぱりその母親72なんですけど、内臓の病気に1回もなったことがない、入院もしたことがない、ただ1回だけ入院したことありまして、中学校の時でしたんですけど、僕と母親2人やって台所でね、母親が急にひっくり返ったって言うたんです。で何がひっくり返ったんやと、もしかしたらフライパンとか熱い鍋がひっくり返ったかなと思って台所でパッと1個しか部屋ないですからパッて見たら、母親がズボンパッ
ってこうずらしてるんですよ。ほんならね、あの G はしてたんですけど、G が悪化すると脱肛ってなるのご存知ですかね。脱げる肛門って書くんですけど、はい、あの猫みたいにお尻からポンとこう卵状のやつがポンと出てきて、もうそうなるともう動けないらしいんですよ。それをあのイボジ氷河ではひっくり返ったという、ひっくり返ったっていうまま止まってるんですよ。ひっくり返った、これ専門用語というんだ、専門用語ひっくり返ったで、俺はもうドギマキしてどうしてええもんか分かれへんと、そりゃそうやわ、おかんは救急車呼んだらあかん、お金かかるからって言うわけさ、どうしたらええにゃって言ったら入れてくれと、それを中に入れてくれと、中に入れたら全く痛くならないんですよ。ほんで今はもう痛いんや、めっちゃ痛いんや、出てる時はもうだから腸が出てる感じですから、ひっくり返ってる、もうひっくり返ったら風が吹いて痛風みたいな、風がもうパッと吹いてくれば神経過敏ですからはい、でもしゃあないから、あのもう僕親ですからね、もう俺しかおれへんと思って、もう涙流しながらこうブルブルブルしてるから、入れたらええんかよ、入れてくれよから、ゆっくり言ったらポーンって入ったんですよ。もう痛くないんですよね。ほんまですよ、ポーンって入って全然痛くないと、ほんだら、ま、あ大丈夫なんだ、ほんならまたポーンって、またひっくり返った、そうなんですよ、またひっくり返った、ひっくり返った、もうこれはどうしようもないと、もう僕入れてもポン入れてもポンと、だからキリないと、キリがないから、もうおかん救急車呼ぶわって言って、で救急車もしゃあないから呼んだんですよ、うん、ほな恥ずかしいですね、バーがおかんでも女ですから、この体勢でお尻で動けない、ほなもう見せんといてくれと、救急隊員には、見せんといてくれ言うてもしゃあないから、僕お尻こうね、その部分と、まあまあお尻とここのね部分をこう隠して、ほんで普通はね、普通は乗って担架で行くんですけど、おかんこのままずっと行って、段のとこあるじゃないですか、でさっきね救急隊員が行かないとか、僕ちょっとだけ入ってたんですよ、段のとこにこうガタンってした瞬間におかんがメーって言うヘボしやがって、ほんならまたボーンってできた瞬間に隊員さんが前でバー笑い出したんですよ。ほんでおかんもそれ見てブルブルって笑い出したら、あのひっくり返ったイボジがブラ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 もうええ、もう壮絶やんか強烈やな、はい、河本、はい、どういう話、はい、犬の太郎吉っていう話、まあ家族で犬を飼ってまして、まあね、あの楽しく過ごしてたんですが、まあ親の関係で離婚することになりまして、でまあ僕らはあのおかんの方にお姉と3人でまあついて、でまあ引っ越さなあかんっていうふうになったんですけど、その犬も連れてね行きたかったんですけど、引っ越し先がその犬は飼ったらあかんと言われて、そういうことあるね、でこれでお姉がブチ切れて、その親の勝手な理由で別れたのに、なんで犬まで捨てなあかんねんと、そらそうやな、それむちゃくちゃやでっていうことで、おかんと大喧嘩したんですよ、でもまあ犬を取るか家を取るかってなったら絶対家を取らんとあかんわけなんで、まあお姉が泣く泣く、じゃあもう太郎吉をもう捨てようか、もうこれもうしゃあないわってなって、でも3人でも大泣きですよ、もうほんまに、もうこんなんで捨てなあかんって、犬の気持ちにもなってみたらこれえらいことやで、うわーって泣いて、でお姉がこう抱き上げて、で太郎吉ごめんねって言ってるんですけど、なかなかこう話せないんですよ、で大泣きで、でもうこれ僕しっかりせんとあかんなと思って、お姉ちゃん貸してって言って、ごめんな太郎吉って言って、まあ山にそっと置いた瞬間、太郎吉ブワーッ走ってくる。タロキチだ。おお、来た。やらしい話じゃないですけども、まあ言うてもね、僕もその一応高級車というもんにね、乗ってるつもりなんですよ。はい、で、まあまあもちろん買った時からもう最初からカーナビがついて、まああえて車の車種とか伏せますけどね。でこの高級車のカーナビがなんでこんなにアホなんかなっていう。本当バカなんですよ。で今までイライラもしてたんやけども、でちょっと前に
ちょっと知り合いと待ち合わせをしてて、はい、でその六本木三丁目の交差点で待ち合わせやっていうことで、はい、でまあ六本木は分かるけど三丁目って言われても意外とどこかなっていう、はい、大体の雰囲気は分かるけど、はい、いまいち分からんな、はい、あまあまあカーナビがあるから、はい、それでええわと思って、で僕渋谷の方からカーナビで一応六本木三丁目入れて、はい、であのあれなんですかあの道六本木通り、六本木通りか、はい、六本木通りをもう六本木三丁目やから、はい、まあ多分あの辺やろ思って、はい、渋谷の方からこう向かってたんですよ、はい、ほんなら高木町の高速道路の乗り口があるじゃないですか、あそこに乗せようとするもん、普通ですよ、もうちょっと普通でしょ、で俺三丁目分からんけど絶対距離的におかしい、もうありえへんかなと思ってもう乗ろそうとするのやめて速道に行ったんですよ、ほな左へ曲がってくださいみたいな、もう左か、なんかもうなんか新しいルートを探しますってなってるんですよ、左曲がってくださいと、まあ曲がるよそれやと思って、で曲がったらまた左へ曲がれ、でもう一回左曲がる、気づいたらまたそっち出てきてるんですよまたまた、ほんで高木町からまた乗せようと、いや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 、ない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 、それはないわ思いながらも、ながらですわ、また無視したったんですよ、ほらまた左曲がれ、また左曲がれ、また左、また出てきたんですよ、もう分かったと、どういう決着をこのガキつけようとするのか、この俺様を高木町から乗さすんやな、よっしゃ乗ったら、どんな決着つけんだ、高速もタダやないぞ、乗ったら高木町乗ったんですよ、乗って300m か 400m ぐらい高速をぐー走ってる時に目的地周辺です。けど、はい、へいへいに、へいへいと、まあ僕ちょっと音楽番組やらせてもらってますけども、そこにあの矢沢永吉さん、永ちゃんが来た時の話なんですけど、矢沢さんがやっぱこれはテレビだと、テレビといえども僕はやっぱりそのライブのミュージシャンだから、お客さんもいるしライブ感覚でやりたいって言って、で本当はそんなことは台本になかったんですけど、なんかもう楽屋からもう前奏をかけてくれたら走っていってステージ飛び出して歌うっていうのをこれやりたいんだけど矢沢どうかなみたいな、で矢沢さん言われたら誰も断れないんで、あぜひそれじゃあお願いします言って、で楽屋の時から前奏バーン流してえちゃんブワー走っていったんですけど間に合わなかったんです、必死で飛んだけど無理や。まあまあまあ、愛すべきやっぱ方ですよね。僕大阪のユニバーサルスタジオジャパン、僕あれが好きで、それこそ大阪住んでた時もう結構20回か30回ぐらいあの家が近くて行ってたんですよ、で中でもジョーズが僕大好き でジョーズっていうのはもう中見てるからもう知ってるんですけど、まず添乗員のお姉さんが説明をしてくれるんですよ、こんにちはと、でその後にショットガンの説明があるんですね、このショットガンは昔はこの辺にサメが出たんで、それを倒すように使ってたんですが、今はもうこの池はもう平和になったんで、このショットガンは使うことはなくなりましたとか言ってたら、ジョーズがわーって出てくるんです、でジョーズが出たらお姉さんが慌ててこのショットガンを取ってバン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 って撃つんですけど、全然弾が当たらなくて打ち損ねてタンクの方飛んでいって、タンクに弾が当たってタンクがドカーンって爆発する、まあジョーズの中でも一番のこう見せ場のシーンがある、でも実際それは弾が飛んでってるわけじゃなくて、まあ、このタンクの爆発に合わせてお姉さんがショットガンをそっちにもう向けてるというだけの話で、一回行った時にジョーズ普通に乗ったら、まあお姉さんの挨拶があって、こんにちはこんにちはっていうのがあって、でまあショットガンの説明があって、でもう今使うことないんですよとか、あそうなんですかって言って、でジョーズがうわーって出てくるんです、ほんでお姉さんが慌ててこうショットガンを取ろうとして引っかかって、なかなか取れないんです、このショットガンが、止め金が中に引っかかって、このショットガンがなかなかガチャ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 やって、でもこっちも爆発の時間がもう迫ってる、やばいやばいってこうやって、もう爆発の時間が迫って、やばいやばいって結局これ諦めて手で飛んでやってドカンとか
これで。ドラゴンボールの世界やん。あのまあ僕の身内ごとなんですけど、うん、姉がレズです。マジで。茶道来た茶道。茶道。きまさに。うん、僕のヒーヒーヒーおじいさんが、うん、羊泥棒やったんです。おお。桜エビの量を取る体験するみたいなロケがありまして番組ロケで、はい、またロケ行かせてもらいまして、でその日になって待ってたら、まあ、海がとにかく荒れてると、うん、これちょっともしかしたら船出せないかもしれないなんて言ってたんですけど、うん、半ば強引に行かせてもらったんですよ、うん、そしたらそのディレクターさんが来て、山ちゃんとか大丈夫よなんつって、うん、初めてでしょこんな海、はい、初めてです、酔い止めとかちゃんと飲んでかないとやばいよなんつって、うん、そんな感じの人なんですよ、うん、じゃあ分かりましたって船出て、まあ揺れるんです、ほんでグワン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 揺れて、でその現地に着いて、うん、そしたらですね、まずスタッフにカメラさん音声さんディレクターさんっているんですけど、みんなちょっと顔色悪いんですよね、うん、もう僕らは大丈夫なんですよ、うん、むしろなんかこう結構酔い止め飲んだから、うん、でそれもすごい、まず音声さんが倒れて、もう音声さんがもうどうしようもないってなっちゃって、うん、でディレクターさんが僕らのマイクつけるみたいな、うん、でとりあえずはここに現地着きましたみたいな、もう元気ないんですよあんまり、うん、あれちょっと元気つけましたみたいな感じで、こんな感じですよあれみたいな、出航の時は山ちゃんなんて言うんですけどあの時の勢いが、フランス語みたいなの感じでジュ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 みたいな、でそれでディレクターさんとカメラマンさんで、で横からよいどうぞみたいな、3、2、9って言って、で、あー桜エビ着きました、ここでやるんですねなんて僕ら2人でやってたら、もうやってる間にディレクターさんがツカツカツカっつって、あの船の端の方に行って、うわーってやってるんですもうすぐそこら辺で、でもディレクターさん止める云々ないから、これやべえなと思って、でも やり続けなきゃいけないじゃないですか、そうやな、で、まあ、いやでもね本当あれやったことあるなんて言って、どうにか伸ばさなきゃいけないみたいな、そしたらカメラマンさんがこうやってたんですけど、カメラマンさんもなんかこうみたいな、もうカメラマンさんも来ちゃってるんですよ、でカメラマンさんはちょっとなんかこう船体の中みたいな、あの運転するところ、こう屋根のあるところから後ろから僕らを撮ってるみたいな感じだったんですね、はいはい、でカメラさんってなって、でもカメラマンさん行かれたらまずいと思って、これどうすんだろうなと思ったら、カメラマンさんが横にある小窓カッて開けて、うえーって入ったんですよ待ってんすよちゃんと気分悪い、偉いな、でもプロだなと思って、プロやな、プロやな、プロやな、でずっと入ったディレクターさんがロロロって言って戻ってきて、はい、いただきましたって言ったんです、何を何を何をいただいたんですか、ある種プロやけど、ある種プロですけど、何をいただいた、授けたのかと、何を送ったのか分からないっていう、滑るわね、僕のお母さんの話なんですけど、あの僕のお母さん髪短いんですよ、まあ今の僕よりちょい短いぐらい、お母さんにしては短い、ちょっと短い、ええ、のが好きみたいで好きじゃないで、僕が参観日の日に、あのどうしてもパーマを当ててから行きたいって言うんで、まあそれはいいけど、あんまり遅れんようにしてよお母さんってなって、まあ授業を受けてたら案の定ちょっとちょい遅れぐらいで来たんですけど、美容室で多分そんなに短いパーマを当てた人がいなかったんですかね、ここやけどしたまま来て、頭にガーゼ乗せてね、こんなネットかぶってこんな目で先生がものすごい慌てて、慌てるよね、よく来てくれましたみたいなことがあったんですけど、おお、いや、一茂君の話出たんで、あのまたするんだけど、あのすっごいあの人何にもこの気にしない人で、お一緒にゴルフ行って OB 打って笑った人初めて見たのよ、普通 OB 打つとしまったというのに、おおらかというか、ボーンするとはぁはぁはぁって笑ってやっぱりこの大胸筋が邪魔してんのかなってこんな大胸筋してるからやっぱりこれが邪魔なんだなって言いながら歩いてったら、しばらくしたらずっと一人で悩んでて、野球の時も邪魔だったのかなっていうねで今頃気づいたのかなってでもそんな明るい人だからその代わりにね弁当にすごいこだわるわけで、ある時はそのレギュラーの番組で弁当があんまり美味しくないと、で一茂君がじゃあ、あのうなぎ弁当と
中華弁当、これローテーションでやりましょう。それであのディレクターに交渉して、ローテーションでうなぎの週があって、次が中華の週なわけ、はい、でそれがたまたま中華中華って続いてた、はい、そしたらもう一茂君入ってきて怒ってるわけ、今日うなぎだろ今日うなぎの週だろおい俺今日うなぎのつもりで来たよで俺もうなぎだと思ってたから俺もそうだったんだよ、うん、そうだよね関根さんっつって、うん、困るよっつって担当者呼んで、はい、ちょっと困る、今日うなぎの週でしょ今日どうしたの、すいませんすいません、ダメだようなぎの週だよねっつって、ま、俺にまたねえうなぎさんっつって俺にって言われた時に、お、なんか真似すんのかなと。なんか振られたんだ。そうそうそう。島さんみたいな。そうですか、島さん。興奮しちゃってんのよもう。まあ切ない話っていうか、僕がダメなのかもしれない話なんですけど、ちょっと前に教習所行きまして。教習所。で食堂って教習所に。はいはいはい。でまあちょっと時間あるから入ろうってバッと入ってたら、おばちゃんが、あ食券買ってね。あ、言うんですよ、はい、あ、これ食券買うシステムかと、はい、あ、ごめんなさいっていうことで、はい、まあ、食券をこう買ったんですね、はい、でカツカレーとアイスコーヒーを、はい、押して出てきたら、おばちゃんがバッと取って、はい、はいはい、カツカレーとアイスコーヒーねって言って、はい、取ってくれたんですよ、はい、で自分でバーンと走ってって、その調理場に出して、はい、カツカレーねって言って出してくれて、でアイスコーヒーはこっちで私が作るからねって言って作って、で、あ、ごめんなさいね、ガムシロ入っちゃってるけど甘くて大丈夫ってすごくいいじゃん、で出してくれて、で、はい、ストローねって、で、ここのテーブルでいいって、テーブルもセッティングしてくれて、で、カレー2分だけ待ってねって、あ、で、僕はもう単純に、あ、じゃあカレーも持ってきてくれるんですねって言ったら、うん、おばちゃんの顔色が急に変わって、セルフでって言うんですよ、何でですか、急に、え、いや、セルフサービスですけどって、はい、あ、いやいや分かるけど、はい、食券の感じって大体セルフで、うん、いやなんかその流れで言うと、もともとそのつもりだったのに、なんかね流れで言うとそうなのかなと思って聞いたんです、うん、したらそのおばちゃんがその後に、うん、そっかごめんなさいね、私がサービスしすぎちゃったばっかりに悲しいですねなんかダメダメな子にしちゃって、ちょっと調子乗らしちゃってみたいな。何やろその話。何にもしてないんですよ、俺。甘やかされて。何やろその話。甘やかされた。切ないですね。ものすごい切ないですね。俺がちょっと甘えすぎたのか。あるだ。あら、来ました。うん、そうですね。うん、ちょっと。あれ？大丈夫？俺ですか？裏表書いてあります。ちょっとすみません。これってやっぱあれなんですか？自分でこう、うん、これはなんとかの話なんですけどみたいなのって必要なんですかね？どういうこと？いやなんかこういうのって基本的には会話の中から生まれるもんじゃないですか？でもしあれしたらいいんですけど、マネージャーってどうなのみたいなこと振ってもらっていいですか？そんなそっちの方がやりやすいかなって。まあいいですよ。はい。有田？はい。あ、有田は。なんですか。マネージャーとかなんか面白い話あるの？マネージャーですか。うん、ああ、ありますね。うん。あの意味あるやつ。思いますね。なんかこう、うん、聞かれたからしょうがなく言ってるみたいな雰囲気にしたい。ね。そうだ。マネージャー限定で来られるときついのは、まあでもありますね。まあでもありますよ。自然とです。うちのマネージャーって、あのおばちゃんなんですけど、まあ僕らについて5年ぐらい。おばさんもう40歳なんですけど、まあ正直ちょっと業界入って長いんですけど、こうお笑いのマネージャーにつくっていうのがあんまり短いんで、よく業界のことがあんまり分かってないところがあって、それこそ時計の20何時入りとかあるじゃないですか、あれがよく分かってなかったり、例えば7時のことを17時って言ったりとか、結構初歩的な人多いんですよ。で一回あったのがとあるお笑いコンテスト番組みたいなのがあったんですね。でそれに今回出演すると、だからよろしくねって言うから、それどういうやつって言ったら、司会かなんかやるのって言ったら、あ、司会は別にいらっしゃる、あ、そう、審査員とか俺できないよって、あ、審査員別にいると、じゃあ何すんのって、いや、なんか出るんだけどと、いや、だから、
もう一番デリケートだよとね、あんまりね対してあの年も変わらないお笑い芸人のところにねちょっと先輩ぐらいが出てってああだことネタのことで言ったりするのはできない、できないね、一番デリケートだからその分かんないじゃん、 どこに入れけばいいのかと、だからそのポジションみたいなのが分かんない、その立ち位置が分かんねえと、だからちゃんとそういうの調べてから受けないとダメだよって言ったんですよ。したら 2,3 日後ですよ、バッと来て、あごめんねこの間変な中途半端な打ち合わせになっちゃってって言って、あの聞いてきた聞いてきたっつってバッと出したらなんかこう何ですか、あの見取り図みたいなセットの持ってきて、ここ司会の人いるでしょ、立ち位置ここって文字通り立ち位置そんなのは気にしてない相方の鈴木なんですけども、はいはいはい、これがもうあの本当にお気づきの方も多いかもしれないですけど、はい、尋常じゃないぐらい天然でしてですね、本当にあのザルそばとかを延々夫婦言いながら食べたり、天然に僕は一緒してますね、かなりです、しかも一回とか言ったらまだしも注意して、これ冷めてるから不完でええやろって言って、あそうかって言ってんねんけど、そうせな食えないからもうふかしてくれと、言うぐらいちょっとおかしいやつでして、あの出前とかあの事務所に行った時におぎやはぎと2組でいたんですけど、まあ昼飯食おうかって言って出かけるのもないし、あの出前取ろうって言って鈴木を電話係にしたんです、でまあおぎさんやはぎさんがまあカレーだとかいろいろ頼んで、鈴木が向こうに電話して、もしもし正月あんですかって言ったら、小木さんがカレーで、矢作さんが活動で向こう言われても絶対言わない恥ずかしい、もうひどい、恥ずかしいわ、ひどいな、ほんで、あの一番びっくりしたのが、あの動物のロケやってまして、キリンと何度か仕事したことあるって、なんかキリンのロケをしたことがあるんですけども、その際にもちろんスタッフもいるし僕もいるんですけど、鈴木だけあのキリンが首をね、例えば鈴木がここにおったとしたら、一旦首をこっち持っていってからバーンって吹き飛ばすわけですよ、そうなんです、それ2回ともそれされてて、で飼育員さんも初めて見ると、うん、ああそ, それはキリンが敵を見つけた時にしかしない行動なんですよ、キリンは鈴木を敵やと思ってどのキリンも全部吹き飛ばすすごいキャッチャーな、一気にご覧あれ、あ東野、じゃあ新大阪のあの僕とおばちゃんの決闘の話を、おお大阪で仕事やってて、うん、で終わりで、あの新大阪から東京に帰るんですよ、でまあまあこうホームに上がったらもうスタンバイして新幹線が空いてたからこう座ってたんですよ、グリーンに10号車、ほんならなんかこうやけにまあまあこう見てはしてんやけどホームがちょっとざわついてんなみたいな感じはあったんですよ、でもこうまあ無視してて、なんならなんかね、出発に3分前ですかね、コンコンコンってホームの方からノックするんですよ、パッて見たらおばはんなんですよ、でおばはんがなんかそのあんまり声聞こえないんですけど口動き見たら、さんまさん見てる、挨拶しなさい、なんでそんなことを言われなあかんねん、ま、自分のマーガイさんするよそんなもんなんで急に君発信で俺が動かなあかんねんそれはさんまさん関係ない、これこれさんまさん関係ないと俺とお前の戦いじゃないそんなもん、腹立ったから聞こえんふりしちゃったんですよ、はい、ああ俺もそうするかな、はっって言ったら向こうが、ガガガガさんまさん挨拶腹立つ腹立つ腹立つ、何やそのおばはんはってやったんですよ、もう一回ほんだらもうさあ挨拶えっ分かれへん分かれへんワンノアワンノアワンノアって言ったらさあさあごめん声が出したおばちゃん失礼やお前一番失礼やってほんでドゥルルルってなってガシャーってなっておばちゃんももう、もういいなったらしい僕に対してちょっとこう10歩ぐらい並走したんですよ、ほんでさんまさんと静かにさーってほんで京都ぐらいで自分の間で、まあ、でおはようございますっていやそりゃそうやわそりゃそうやわ、ちょっとね、ちょっと自分のおかんにも言われたから確かに
田村。まあ、残念な生い立ちなので、家がなくなりまして僕もお姉ちゃんも当時お姉ちゃんも思春期やったんで、あの友達に家がなくなったと言えずに、そんな言われんよ、友達の家と公園とみたいな行ったり来たりするみたいな生活を送ってたんですよ。でだから公園と、はい、行ったり来たり、はい、たり時々公園でお姉ちゃんに、あ、お姉ちゃんも今日ここなんやみたいな感じで応対するんですよ。解散した、解散やった、解散やった。ほんで、まあ、僕一応一人で公園基本的に進んでたんですけど、まあ一応ね、公園って言っても野ざらしはきついと、うん、で風雨をしのぎ、そうやな、いくつの時よ、中学2年で14歳です。でまあ一応風雨をしのぎようとこ探したら遊具があって、あの巻貝をモチーフにした中をくり抜いて滑り台してる遊具があったんですよ。あ、まあ、でも一応多分恣意的には巻貝なんですけど、どう見ても巻き巻きうんこなんですよ。でまあ地元で巻き粉公園って言われて公園があって、そのうんこの中に住んでたんですよ僕。でまあ僕ちょっと肌が一人茶色いせいで、あの当時夏休みから子供が遊びに来るんですよ朝、公園に。ほんだらなんか住んどると、うんこ、うんこのお化けが出るっていう噂が祭りで、ほんでもうほんまにね、出て行けお化けとか。ずっと言ってたんですよ、おまけちゃん神様じゃんとか言ってたんですよずっとね。もうそんな言わないしゃあない、それぐらいは。ほんだら、あのある時寝てて朝起きたら、頭に小さい紙が一枚置いてあって、あのずっと下痢が止まりません、どうしたらいいですか。私あのちょっと生い立ちに難がありまして、らしいね、でまあ、あの中学2年生の1学期終わりまして、まあ、今日から夏休みやと、でウキウキ気分になったあのスキップ交じりにね、家帰ったんですよ。で家帰って、あの家が2階やったんですけど、家の前にあの家具が並んでるんですよ、自分の使い見た覚えのある家具が、おかしいなと思ってちょっと上上がったら、あのもうドアのとこにテープで差し押さえって書いてあったんですよ。あれ何やこれと思って、でも差し押さえっていう言葉も中学生から知らへんし、よう分かれへんな思ってたら、お兄ちゃんとお姉ちゃん帰ってきて、大変なことになってると。でまあこう入られへんし、どうしようかどうしようか言ってたら、お父さんがしばらくして帰ってきまして、あのまあ多分ちょっと申し訳ない気持ちがあって、すごいかしこまったと思うんですけど、僕ら3人も並べて、ご覧の通り家の方には入れなくなりました、残念ですが、それぞれ頑張って強く生きてください。解散って言うとか。そんなですよ、はあ、そんな残念な兄がね、はい、例の例のね、はい、我々、まあ、あのルミネ座吉本っていう劇場で、はい、漫才したりコントしたりするんですけども、はい、その時の、出し物が、我々千春兄弟の出し物が、はい、こう短いコントをこう暗転でつないで何本か短いコントをやるみたいなのやったんですよ、はいはい、ほんでその中の一本で、そのただ2冊の辞書を読むだけみたいなネタがあるんですよ。その暗転中にセッティングして、それを政治がセッティングするんですよ。でまあ読む方の辞書がこう決まってるんで、赤の辞書を右、白い辞書を左に置いてなと僕は政治に言ってたんですよ。あ、真っ暗な中でこうセッティングするんで、間違えんと置いてなー言ったら、おーすやすやすや、それ言うとこなあかんわーおい言って、偉そうにスタッフ呼んで、俺らの履けたら袖でこうしてるから、もうこっちに赤、こっちに白って渡せ、見えへんから、こうやって待ってるからそれ渡せよ、ね、このまま俺置くから言って、よかったなー言うてんですよ。ほんでさあ本番バーンってそのコントになったら、案の定ですよ、こっちが白でこっちが赤、逆になってるんですよ。ほんでまあまあその時はまあまあ適当にやって、ほんで終わって、聖女お前あれ逆やで言ったら、そうやあいつ言って、おい言って、そのスタッフ呼び出して、はい、お前あんだけ言うたやろ、お前なんで逆やねん、すいませんすいませんってなって、スタッフがお前みんな考えるよお前、すいません、いやでも実は僕はこっち赤こっち白ってちゃんと渡したんですけれども、聖司さんがその袖から舞台行きはる時に一旦重ねられまして、
互い気ぃつけようよ。あんただけやん。すごいな。まあ本当これももう短い話ですけど、はいはいはい、ちょっと前ですけど、はい、うちの残念な兄と大阪に仕事新幹線で向かってまして、はい、もうえらいよ寝よるんですよ、うん、ね、うん、寝てるんで新大阪着いたんで、うん、おい着いたで言って、おしたら、ありがとう言って、うん、ジャンプと切符持って駅員にジャンプ渡してました。すごいな。すごいな。残念ね。残念です。なんぼやねんと、ね、東京は新大阪は安いですね。安いね。そんなでしょ。200いくらね。あのですね、僕はこれ小学2年生の時ですけれども、うん、2年生と6年生が同じバスでバス遠足に行くっていうのがあったんですよ、うん、で、まあ、あの2年生と6年生みんな体育館に集められて、うん、こう先生から注意事項を聞くんですが、僕の同じクラスにこれ大ちゃんっていう大輔と同じ名前なんですけど、うん、大ちゃんっていう子が、うん、もうすごいね、かんしゃく持ちみたいな子で、ね、うん、もう授業中とかもうわー言うたりする子なんですよ。ほんで非常ベルすぐ押したりする子なんですよ。で大ちゃんはいつも怒られてるんですよ、うん、ほんでさ注意事項しますよって体育館集められて、みんなこうパイプ椅子座ってこう聞いてたら、うん、目的地までノンストップで行きますから、トイレはね、バス乗る前に先行っとくようにって言ったら、大ちゃんが、はい、おい絶対ノンストップやな、信号無視すんねんなって言いよるんですよ。ここ先生が、いや大輔ほら通過しなさいって言って、うん、ほんでまあ体操服で行きますから、うん、お尻に名前を書いてくるようにって言ったら、うん、まだ大ちゃんが、うん、梅お尻に名前書いて体操服着て見えへんわって言って、うん、言いよるんですよ、はい、先生もさすがにキレて、はい、大輔静かにせえ言うたんなってキレられたら、もう大ちゃんうわーなって座ってた椅子ガーッ持ち上げて、お前ぶっ殺したろって言ったんですよ。ほんでうわ怖ー思って、もうシーンですよ、はい、先生が大輔なんで殺すんやって理由を聞いたんですけど、うん、大ちゃんもうわーなって包丁で突き刺してやるシーンですよ。ほんなら6年生のうちの誠治兄貴が立って、椅子いらんやんけ大ちゃんが爆笑に突き刺したその頃からすごいね。真っ赤っかですよ。僕お姉ちゃんの胸触った話したじゃないですか。はい、記憶に新しいでしょう。でそこで僕止まらへんかったんですね、うん、あ実は後日談が、実は僕お姉ちゃんがお風呂入ってるとこ、うん、ちょっともうビデオで撮ったろうな、うん、いやですよ。バカですよ。思春期やから。思春期やから。中学生ぐらい？それはね、いや、そうですね。もうちょっと大きかったですね。もうちょっと大きいですね。今の、今のビデオカメラじゃないですもん。じゃない。結構でかいでしょ。ベータの。ベータや。はい。うちの親父が持ってたベータの、はい、あれぐらいですよ。あったんで、絶対お姉ちゃんのそのお風呂入ってるとこ取ったろって決めてたんですよ、はい、ほんである日チャンスが来たんですよ。お父さんとお母さんが沖縄に旅行行ったんですよ、はいはい、ほんでうちにはおばあちゃんと僕とお姉ちゃんしかいひんわけですよ。でここチャンスやと、ほんでもうそのビデオをベータのあれカメあのカセット入れてこうスタンバって置いとくわけですよ。で「はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな、はよお姉ちゃんお風呂入らへんかな」思ったら2階からこうタンスがうんカチャッでこう閉まる、うん、あっしパジャマ取りよったらとそこまでわかるんだ。もうわかります。すごいっすね。ほんでよしここやと思ってこたつに入って、うん、こうこっちがテレビやって、うん、でこたつにこう入ってるわけですよ、うん、ほんなお姉ちゃんが2階からトン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 って降りてきて、ちょっと開けて、うん、大輔さっきお風呂入っていいみたいな、うん、ほんで僕は、うん、全然楽しみじゃないと、うん、今楽しみにしてたの隠して、うん、いや入ってこいや、何いちいち言うてんねんお前、はい、入ってこいやつながってっていう芝居をしてるんですよ、はいはいはい、芝居興味全くないよ、興味がないとお前なんかにほんでその芝居したらお姉ちゃんが何やねんもう言うて入りに行ったんですよ、ほんならもう僕パー出してビデオ持ってロケロケ勝手口もね塔がカチャンって言うから、うんって言って声でごまかして声でごまかしてゆっくり出て行って、で
まずそれを置いて、あのお風呂のとこにこう行くんですよ。ほんでゆっくりこう開けて、ほんでもう一回こう戻ったんですよ。ほんでしばらくしてこう横から見たら湯気がバー出てきたんで、よっしゃお姉ちゃん入りよったと、入りよったと、頭洗っとると。でここでそのベータのカメラを回すと、ベータの音がガッチャンうーって、当時特に言うわね。だからバレるでしょ、バレるから、もうこっちのところへんからガッチャンうーすげえ。ほんでここで見たいんですけど、ここやったらまたバレるから、向こうの方行ってこう停止グーンって押して、また撮れてるかどうかキラ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 巻き戻して再生を押して、ガチャンって見て、あ撮れてへんと、もうちょっと角度こうしたらええで決めて、またガチャンって言って行って、またこうするわけでしょ。重い、重いから、ちょっと重たい、でかいから、よし撮れたから、でかいから。ほんでまたそこでガチャン見るんですよ。ほんなら撮れてへんと。撮れてへん、撮れてへんかったんですよ。ほんでどうやったら撮れんやろ思って、ガチャンうーん言ってパッて行ったら電気消えてたんですよ。やばいと思って、もう外にそれ置いて、また勝手口から入って。
写真ですけど、それを先生に渡すと、ほんで術後、それも15時間ぐらいの手術なんですよ。術後筆談になりますと、1ヶ月喋れませんとって言うんで、まあ僕手術始まったんですよ。ほんで15時間経って終わって、まあ意識朦朧としながら病室に帰ってくると、おかんがそのまあ息子のために、まあ15時間暇やったんでしょうね、もうでっかい紙にあいうえを書きくけこうって50音書いてるんですよ。ほんでおかんがその病室に帰ってきた俺にこうやってそれ見せて、いいだいいよって聞くんですけど、ちょっと待ってくれと、俺あの耳は無傷やとお前の質問はお前の声で問えと、ほんで俺がそれやけやわぁそれツッコみたかったやろめちゃめちゃツッコみたいですね。まあまあね、まあ、ね、愛情がもう全面に出過ぎてしまった。ちょっとジュニア振ってみるか。あ、そうですか。ね、いいですか、僕ばっか振っててもまたなんか、はい、じゃあ、はい、お願いします。また流れも思ったしあるね。本番ですね。じゃあ行きます。お願いします。あのですね、小学校1年生の時に、親戚一同集まって、でみんなでこう騒いでた時の話なんですよ。で親はあの大人ってまあね、子供と全然違う騒ぎ方してお酒飲みながら、で子供は子供で遊んどきって言われて、で子供の中でもさらに僕あの一番年下で、子供の遊びもほとんど合わへんぐらいの感じになってて、でお前さあの雑煮の晩しとけやって言って、みんなに言われて、じゃあ僕雑煮の晩しとくってずっとやってたんですけど、あのちっちゃいから集中力はないんですよ。でじっと待ってても全然ね、なんか楽しくないんで、一人でこう急にね、子供の頃ってあーとか、急にバーンとかで、これで飛べるかな、正座で飛べるかなとかでいろいろやったら、勢い余って雑煮の鍋がガラッひっくり返って思ったんですよ。で僕のところにガーッと引っかかってきて、お餅が3つパッてパッてしてるんですよ。雑煮の餅が、もうチンチンですよ。いやっていうような声出した大人が気づいて、なんやってバーッと開けたら、僕に餅がひっついたものやから、もうベロベロになったおかんも慌てて、うわって吐いたんですよ、熱い言うから。なまあそれが後々聞くとあかんかったみたいで、吐いたら皮膚までバーッとこうめくれてもったんですよ。いたーってなって、おかんはそれでまたあのテンパって持って冷たい水を僕にガーッとかけたんです、熱いって言うから。なそれもまたあかんかったみたいで、身がキュッてしまったんですしまったもんだから、これあかんでって救急車呼んで、急いで病院に行ったんです。肝もベロベロですけども、連れてってくれて、な医者の方が来て、これはもうあの即手術になります、これはもう移植手術になりますってなって、であのよく聞いてください、お母さん、豚のケツの皮っていうのはあの人間の皮膚に一番合う、で成長するとともに伸びるから、いいんだ、はい、豚のケツの皮か、あのお母さんあなたの皮膚の移植になります、これはどちらがどちらを選びますかってなったら、まあお母もベロベロなんですけど、まあそれはね、豚のケツよりはみたいな感じでずっと悩んでて、まあ悩んだ末に、私のあのケツの皮使ってくださいって言ってで、あのまあ医者もちょっと半笑いで、あの別にあのケツとは言ってないのであの豚のケツの皮、豚の皮がケツですよ、お母さんは別に どこでもよろしいですけど、ケツでいいですか、あ、まあ実際にここおかんのケツの皮ついてるんですけど、まあ実際にここに、はい、ここにお持ちなんですか、はい、あのお母さんのケツの皮採用された、はい、採用、お母さん、はい、お母さんのケツの皮、ケツの皮採用、はい、ついてるんですけども、面白いな、はい、なんかこう時計見るような感じでいつもお母さんに会える、ね、そうですね、まあ時は母なりという時は、いやいい話ですよ、それは。でも、はい、これこの話はあのまだ親父の話になるんですけど、さっきから親父の話ずっとやってちょっとおかしいじゃないですか。うちの親父って正直言いますけど、SM マニアなんですね。だいぶかなりの方とは聞いてます。はい、で僕はあのお父さんの秘密ボックスのにこういつも SM スナイパーが挟んであるんですよで、あったな SM スナイパーって、ね、あったじゃないですか。なんか週刊か月刊誌みたいになっちゃうの、はい、でこうパカって開けてそれをこう
読もうとしたら封筒がポッと落ちたんですよ。で何かなと思ったら、M の女、募集みたいなとこに、私は京都の太郎と言います、船を持っています、その中でいろんなプレーをしてみませんかみたいなことを書いてあったんですよ。僕小学校の時に何か分からなくて、これ何やお父さんって、まあそんな感じの親父なんですね。で、この業界入ってしばらくして実家に帰ったんですよ。ほな親父がバーって出てきて、あのお前宮迫君 S やろ言って、いや宮迫さん S やで、ちょっとどうしてもな、あの宮迫君あの参加したら面白いと思うパーティーがあんねんけどな。ええー、思って、何そのパーティーって言ったら、絶対言うなよお母さんに言うて写真見せられたんですよ。ほんならこうヨットの先に女の人がこうやって縛られてるんですよ。ほんで水がバッシャーなってる、その前で親父すっぽんぽんでワイングラス持って、うわー見たことないよ、ね、それはひどいわ、何プレイヤー、それはすごい、すごいわ、すごいわ、本当にもおかしいんですよ、ダイナミックやわ。見たこともない映画です今まで。もう S の絶頂なんですよね、めっかー。いやでもそれはもう M の俺にしたら意味が分からない、何が楽しいんだって。でそういう時にいつもお父さんなんかパートナーをどっかから呼ぶんですって、あの例えば金沢から今日 M の女が来ますみたいな。でいつもそのヨットでそういうプレーをするんですよ、お父さん。ほんであのこう生き品に、大輔この間なちょっと金沢から M 来よってな言って、ほんでこれどうやっていじめたろうかなってお父さん悩んでな、コンビニ行ってな、あの電動歯ブラシとな、あの半透明の雨がっぱこうだって言って終わると思うんですよ。なんじゃその半透明の雨がっぱ。電動歯ブラシは分からない、まあまあまあ、半透明の雨がっぱってお父さんどうすんやろ思って、はい、まあそういうぐらいのちょっとへんてこなんですお父さん、はい、行き切ってはりますね、いや面白いわ、ゴーラー追ってみたいけどな、行きます、はい、涙出るな、はい、これはまた僕の小学校の時の話なんですけど、いつもお母さんのこう肩を揉むと、1000円お小遣いもらえてたんですね。その日はどうしてもちょっとこれ正直言いにくい話なんですけど、お母さんのおっぱいが触りたってしゃあなかったんですね。小学校、いやいや控えといてください、小学校、小学校、小学校3年ぐらい、ちょっと大きいですね、ちょっと大きい